ちょうど昼飯食いながら喋ったときね、はいはい、昼飯がちょうどまだ、飯注文して飯が出るまでの間に決まってしまいましたね。はい、ですからこう飯食いながらゆっくりタイトルを考え打てたんだけど、はい、もうタイトルはもう飯食う前に来てですね、はい、もう終わって、はい、あとはもうくだらん話をずっとしてました。お客さんがトイレに行かれて、うん、トイレから帰ってきたら、うん、値段やって言ってました。そうそう、はい、でもう決まって、はいはい、あとはもう2人揃って売れたらええな売れたらええなもうそればっかりの話です。はい、はい、さて、はい、おいくら、まあ値段ね、定価安いよ、1800円。あれみんな高いと思ったやろ、あかんで、高いと思ったらあかんで、この中身がすごい、はい、これもう1万円ぐらい価値あるよね。1万円の価値ありますよ。いやあるよ、1万円の価値、はい、その1万円の本を皆さんに1800円で提供ですわ。だからね皆さんこれね、1冊買うだけで、どんな商売ですかそれ。1冊買うだけで皆さん8000円の儲けですよ。はい、めちゃくちゃ儲かるでしょ。新たな売り方、新しい本の売り方、本屋行って1冊買うだけで8000円儲け、はい、ね、2冊買ったら1万6000円の儲けや、はい、大きいねこれ。そうですね、はい、ね、僕ももう本屋行って10冊ぐらい買おうかな、ほんまね。ええ本や。またこれがね、はい、ページ数すごいよ、はい、何ページやこれ、よくあるよね。480ページですね。まあまあそうね、はい、480ページぴったりです。480ページ、はい、これすごいよこれ、はい、これおもろいねこれ。とにかくね、まあ自分でもね、これ生まれて初めてミステリー書いたんですけど、はい、まあだからあのミステリーはね結構ややこしいんですよ。僕あの私は今から14年前に、まあ、作家となって、まあ、デビューして、でその時に決めたことは、同じ本は一冊も書かないと、はい、つまり、必ずテーマもジャンルも変えるということで、はい、まあ、自分にこう貸してやってきた、はい、で実はミステリー一冊も書いてなかった。そうですね、うん、なんで僕はミステリー書かないと分かる。いや、ずっと書いてほしいとはねお伝えしてましたよね、うん、僕は、はい、うん、なぜ僕はミステリーをないと書かなかったか、はい、ミステリーは売れるからです。あのいろんな本ジャンルあるけど、はいはい、ミステリーで一番売りやすい。そうですね、うん、だからね、うん、間違いないです。そう、そんなね売りやすい本を書いてどうすんねと、僕は常に困難に挑戦する男、はい、はい、ですからもうミステリーは書かないと決めとった、はい、はい、このこだわり、はい、ところがなぜ私が最近、とうとうミステリーを書くようになったか、最近私の本売れませんね。いやいやいや、やめてくださいよ。また言うと思ったけど、はい、売れてます。最近私の売れなくなってね。いやいやいや、コラボあかんと。いやいやいや、コラボミステリーでも書いて売らなしゃあないと思ってね。いやいやいや、まあそこでまあ背に腹は変えられんやつですね。まあそれでまあ、とうとうミステリーを書きました。はい、はいはい、ほんでね、ミステリーで結構、ね、本当はもうちょっとややこしいのが、やっぱりいろいろ作法とかね、はい、なんていうかこう、なんていうか、あのしきたり、はい、あるいはこう、いろいろあるんですよね、まあ、そうですね、あのタブーが割ったりとか、いろいろある、はい、でまあ、そういうのもね、いろいろ、まあ、しかもその犯罪もんですから、はい、結構、犯罪の時系列もややこしい、はい、登場人物も多岐にわたりますよね、はいはい、警察、それから探偵、あるいはそのもう犯人、はい、で被害者、もうこういうのがね、もうタイムテーブルで書いてから、もうそういう作業が苦手なんでね、でやらないと思ってたんですが、まあ、今回初めてミステリー書いて、はいはい、でミステリー書いてね、はい、私、思いました。はい、天才やと僕はい、いやほんますごいわと、はいはい、いやもう何書いてもうまいなと、はい、はい、いやもうほんまね、はい、いやそう思いますよ。なんでその半笑いの。いやだって、ね、もう全力で自画自賛してるから。でもね、本当にそうですよ、僕が褒めなきゃいけないですもんね、ここはね。そうよ、いやもうめちゃくちゃ面白いです、本当に、はい、本当に1800円は絶対安いです。あ、心こもってないの。こもってますよ。僕もだってこれ絶対売りたいですもん。はい、高部も仕事せんかい。頑張ります。はい。いやほんまにね、もうやっぱり60年生きてきてね、はい、もう今まで数多くこう天才は得やなと思ってたんですが、改めてね、はい、もう天才は得やわ。天才は得ですね。うん。いやだからね、なんか他の作家気の毒やね。そうですか。うん。いやみんな、僕もたまにミステリー読むけど。はい、おもんないミステリー多いもん。あ、もうその辺は僕あの言及しないスタンスでいいですか。うん、あ、そう。僕の言うことで逆らうやつ。逆らうわけじゃないですか。イエスともノーとも言わないスタンスでいきます。はい、まあこれどんな物語かと、はい、これねちょっと説明するの難しいけどね、まああの帯の説明しましょうね、はい、帯、まあここに帯読みますね、皆さんも帯見しましょうかね、はい。あ、
見て、誰か1ページ 3.35 円で、もう計算してます。ごい計算早い。これ1ページ3円1ページ3円安いなこれな。うん、はい、読みましょう。私たちは、ちょっと待って、これあのタイムラグあるんでね。私たちはこれみたいな、あ、それ見た、はい、私たちはある人物を誘拐しました。この人物を使って実験をします。さて、この私たち、まあ、これ犯人ですけどね、はい、まあ、だからこれね、まあ、言うてみると、この誘拐事件ですわ、はい、身代金目的の誘拐事件なんですが、はい、これね、今までこういう誘拐事件 ね、なかったよね。いや、未だかつてない。なんで誰もこれを思いつかなかったんだろうっていうアイデアですね。そうなんですよ、はいはい、なぜ誰もこれを思いつかなかったというね、うん、そういう誘拐事件なんです、はい、で、ちょっと待って、裏向かって、裏、はい、裏よね、あ、裏見せようか、はい、見せながらこっち読むわ、読むだよ。突如としてネット上に現れた謎の誘拐サイト、はい、私たちが誘拐したのは以下の人物ですという文言とともに、サイトで公開されたのは6人のみすぼらしい男たちの名前と顔写真だった。果たしてこれは事件なのか、いたずらなのか、そして写真の男たちは何者なのか。半信半疑の警察、メディア、ネット住民たちを尻目に、誘拐サイトは驚くべき相手に身代金を誘拐要求する、はい、日本全体を巻き込むかつてない劇場型犯罪が幕を開けろと。すごいね、はい、なんか呼びたなってきたわ。これちょっと寄ってもらった方がいいんじゃないですか。今寄りました。はい、はい、すごいね。いや、一生懸命喋っとるのに、及川さんに会いたいと分かってるって。もうちょっと待ちって、はい、もうちょっと待って、すぐ失礼しますんで、はい、はい、及川さんもね、このそばにおんねや。もうね、もう緊張や僕、はい、あの及川さんですよ。及川さんがね、あの、こんにちは、はい、そしてこんばんは。あの及川さんがね、私を見てますね、はい、大変や、はいはい、もうすぐ出すからね。でね、そう、期待のエンタメ作家百太郎がとうとうミステリーを書いた、はい、いや、これね、高橋さん、素直に聞くわ、はい、これ最初の原稿、僕の最初の原稿送ったよね、はいはい、この、これ書き始めたのは7月の終わりやったっ、はい、あ、8月、8月の半ばに書いて、はい、で、まあ、9月に書き終えたんだけど、はい、まあ、第1稿ね、はい、そこからまあ2ヶ月ぐらいかかって直したけど、はい、第1稿、まあ、僕は送る、書くたびに送っていくよね、確かね、はい、それどう思った、最初ビャーッと送られてる。いや、もう続きがどんどん気になる気になるっていう、その僕は大まかな設定しか聞いてないので、うん、そのこう登場人物が結構たくさんいるんですけど、うん、その視点がどんどん変わっていく中で、この話がどんどんどこに向かっていくのか、最初の方はちょっとわからないんですよ ね、 ね、これ、うん、あの頭のところは、はい、一切分からんよね。そうです、まずね、最初私後ろの帯のところ見ましたけど、はい、果たしてこれは事件なのか事件でないのか、これが分からないのね、まず、はい、普通ね、事件というのはもう起こった瞬間に、あ、事件って分かるんですよね。それは被害者がおるやろうし、まあ、いろんな犯人も出てくるやろうし、はい、何の事件が、事件ってすぐ分かるんですけど、はい、この物語は事件かどうか分からないんですよね、うん、そうですね、もうこれ不思議やね、これ、はい、ずっと分からないのこれね、はい、果たしてだから警察もメディアも何これ、うん、これ事件かいな、はい、これって。だからそのもう警察がメディアいっぱい出てくるもんね、これ、はい、ほんでみんな頭ないもんね、あ、500万部いく、はい、嬉しいな、500万部いってほしい、ほんまやな、500万部いってほしいな、ほんまやわ、500万部いったら永遠ゼロ超えますね、超える超える、ね、でもあれね、僕はまあ、高橋さんからこれね、いろんなこう面白いと、はい、いろんな感想もらったけど、はい、僕ね、高橋さんがもらった感想で、はい、すっごい嬉しかった感想があって、はい、どれでしょう、まあ、高橋さんが僕の本全部読んでくれるんですよね、はい、で、それが、百田さんの本で何が面白いか面白くなかった、はい、何が傑作か名作か、はい、これは順位は難しいよ、はい、けれども私が今まで読んだ本の中で、はい、一気読みとは一番やったよ、はいはい、そうですね、それは間違いないです、はい、うん、一気読みとは一番、はい、百田さんの小説の中で、うん、はい、これね、実はまあ、名作とか傑作という言葉もすごい嬉しいんですけど、はい、作家としてはね、はい、まあ、作家としてか、まあ、僕はあくまで僕はね、はい、百田直樹としては一気に読んだって、はい、一気読みやったのはこれ一番嬉しいですよ、はい、あ、な、見て、何勝手に先に始めとんねん、これね、今頃入ってきたやつ、はい、もうね、そういうことか、今日はね、すいません、今日はもうフライングやるって、僕はもうツイッターでも言うたでしょ、早めにやる言うて、はい、はい、早めにやるんや、はい、はい、もう及川さん早く出てっていう声がすごいんで、
ほんまやな、はい、さっき及川さん抱かれたよ、またで、はい、人気やで、声が素敵ですね、及川さん、声素敵や、はい、僕もあんな声やとええのにな、はいはいはい、僕こんな声やからね、もう何しゃべっても信頼性がないね声が軽い言うて、はい、いや、ほいでね、はい、まあ、実はね、本というのはね、まあ、出版社がこう気合い入れた本は、プルーフというのを作りますね、はい、これプルーフというのは、まあ、まあ、簡易本で、ね、簡易版の本ですね、簡単な印刷だけしたような、まあ、ペラペラの本なんですけど、うん、中身は一緒ですよ。で、それをですね、プルーフを200冊作って、で全国の、まあ、営業、幻冬舎の営業が全国の書店に、はい、こういうプルーフを作ったんで、はい、書店員の方、読みたい方はリクエストしてくださいって言ったら、はい、ほんなら200冊あっという間に履けたらしいね、はい、そうですね、はい、殺到しました、うん、ほんでその、まあ、書店員の、うん、書店って皆さん忙しいんですよ、すごくね、はい、特に年末だからすごい忙しい、はい、で忙しい中でね、このやっぱり500ページ近い本をね、読むっちゃ大変だけど、はい、ところはまあ多くの人が、まあ、全国の書店が手を挙げて、はい、プルーフを貸してくれて、はい、でまあプルーフを発送しました、はい、なら早かったらしいね、はい、なんかもうすぐ感想、2日とか3日でバンバン感想来たらしい、ね、いや多分だからみんな一気読みしたんだと思うんですよ、ね、嬉しいね、はい、でね、実はこれ私紙持ってるんですけど、これたくさんあるんです、これは全国の書店員から帰ってきた感想なんです、はい、もういっぱいあるんです、これもう山ほどあるんです、まああんま見せられへんよ、はい、で、すごいですねこれ、はい、これね、ちょっと読みます、あのね、ネタバレ専用に読まなきゃ大変だけど、はい、確かに、で、これはね、純駆動書店滋賀草津店のなんとかさん、これ女性やね、はい、名前言いませんけど、はい、ちょっと読みますね、はい、先が気になって気になって夜中を読み終えるまで眠れませんでした、劇場型誘拐犯罪を自分もその時その場でネットを見て体験しているので、スリリングで我を忘れて没頭して読みました、いろんなことを考えました、自分にこのミステリーが突きつけたもの、マスコミ、あ、これで言ったかな、はい、まあ、そんな風にね、はい、これは最後の調査が、人間の命についてずっとこの本を読んでから考えています、はい、これをまあ純駆動の質問、ね、もうちょっと言いますか、はい、これはブックポート、はい、あ、これで有名やね、そうですね、結構その著名な、よく出てくる、ね、あの、はい、ちょっと有名な書店員ですが、はい、まあ、まあ、全部読んで大丈夫じゃないですか、名前読んで、はい、じゃあその内容、これで、はい、この方はですね魅力的な設定、読み手をぐいぐい引き込むストーリー、飽きさせない展開、本の中から手が伸びてきて引きずり込まれるような錯覚に陥りました、ね、すごいね、それはもう百田さんは力があることは分かっていますが、これはまたエンタメとしての極致ですね、ストーリーテラーとして稀有な力を持つことを改めてまざまざと見せつけられた気がします、はい、もう僕も全く同じ感想です、はい、いいね、はい、これまで、ね、なんか高坂書店、はい、社長、高坂社長とか、はいはい、野良の値段タイトルがストレートで良いですね、展開が早く、これなんて言うの、アスタリスクで場面が変わるのが読みやすかったです、劇場型小説って感じで面白かったです、映像を目に浮かべながら読めました、必ず映像化される作品ですね、すごいね、はい、うん、あ、こんなもあるわ、これ未来屋書店ね、はい、さすが放送作家さんだけあってメディアの裏話にそんなん書いてええのと若干ドキドキヒヤヒヤしながら百田さんが見せてる書くと、なるほどこうなのねとテンポよくガシガシ読めちゃいました、本当期待を裏切らない面白さ、すごいね、すごいです、あのね、僕ね結構笑ってたのがね、はい、そんなありました、うん、あのね、これうまいなと思ったな、これ、うん、これなかなかうまいと思います、はい、これ紀伊国屋書店福岡本店の人ですけどね、はい、女性ですね、野良犬の値段ね、野良犬の値段は想像を絶する額でした、はい、つまり値段を額にしてるわけね、確かに想像を絶する額でした、で、ね、皆さんは聞いた、想像を絶する額だ、私もう1万円、先のこの本は1万円だけど、はい、1万円安かったかもしれない10万ぐらいかもしれない、ぼったくり、1800円は安いってことですよ、そうそう、はい、すいません、しょうもないと言うて、はい、横で向かいで及川さんが笑ってます、及川さんが笑うとね、私もう舌が回らんの偽善にまみれたメディアと社会に深く切り込むこの事件に誰もが目を見やると思います、読み進めるたびに恐怖の中にいるように理性と感情をガンガン揺さぶられました、本当の真実とは何なのか、命の価値とは何で決まるのか、まあ以下ここがちょっとね、はい、そうですね、はい、もうすごいね、はい、まあこんなんがね、はい、もう30もっとかな40ぐらいこう、はい、感想が届いてます全国から、はい、はいはい、
でも、ね、200冊送って40だからえまだあと100何十人何しとんねん早送ってこいよとみんな忙しいんですよ。そう忙しいから、はいはいはい、もうプルーフのたてみあかんで、はいはい、いやちゃんと たくさん注文してくださってますから。そうですか、はいはい、いやまあこれがね、はい、今年の24日に、はい、発売されます、はい、24日です、はい、多分ね東京都内とかの大手書店では多分23日からそうですね23日は並んでるところもあると思います。そうですね、はい、まああそうそう、はい、あと一つね、はい、今日はまあ、及川さん今ここにね迎えで、はい、もう僕の番組見てこう楽しそうに笑ってくれておりますが、はい、実は及川さんがですね及川さんのスタッフをね、はい、今日連れてきてくれてるんでね、はい、で、先ほどそのスタッフの人と喋ってた、はいはいはい、いや実は、私つい先日モンスターを私のモンスターを読み直したところで、はい、あら改めてすごいって教えてくれたね、実は、お名前なんて言うたらいいんだな、井出さん、極上の読書体験です。嬉しい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、極上の読書体験、ありがとうございます。はい、井出さんにもうおめでとういただきました。で、実は、そのモンスターの原稿を発掘してくれたのは高部さんです。はい、はい、多分、まあ、何回も言ってるからご存知の方も多いと思いますけど、ね、まあはい、いろんなところで喋ってますが、はいはい、まあ、改めてね、はい、今日その話聞いてない人もいるんで、はい、まあ、ちょっとざっと喋りますと、はい、実はモンスターという作品はですね、まあ、原動者から出たんですが、はい、でこれはね、私今から14年前に永遠のゼロでデビューした後、はい、永遠のゼロを書いた後にですね、書いた直後に書いたのがモンスターなんです。でモンスターを書いた後にですね、書き終えて自分の原稿を見直してこれはひどいと思ったんです。私こんなもう救いもないような、あ、ただひたすら、どぎつくグロテスクで、暗い物語、これはもう本には出せんなと、永遠のゼロを書いた後にこんなもん出せんと思って、私は自分でモンスターをボツにしたんです。でそのままモンスターをボツにしながら、まあ、他にこういろんな、まあ、作品を書いていたんですが、まあ、3作か4作ぐらい書いてる時にですね、まあ、幻冬舎のある時高部さんがですね、もう全然知りません、はい、全く知らない、時にその手紙をくれましてね、はいはい、私の A のゼロとボックスがすごい面白かったと、はいはい、で幻冬舎でも書いてくれませんかということで、はい、でまあ高部さんと一応お会いしました、はい、でその時にまあ書いてくださいということで、ところがその時にね結構出版スケジュールが執筆スケジュールがちょっと詰まってて、ちょっと簡単には書かれへんわと、まあ確認してもおそらく1年後かなっていう話をしてました、はい、でまあじゃあ1年後待ちますということで、まあその時に飯食いながらいろいろ喋っとったんですが、その時にですね、まあモンスターを急に思い出しましてね、でまあ私はまあその時作家になってからまだせいで2年か3年ぐらいやったんで、そうや、もうそのプロの編集者が僕がボツにしたモンスターを読んだらどう感じるやろうかなと思って、で高部さんに、僕一回ボツにした原稿あるけど、一回もしよかったらこの原稿が どこが悪かったか、あるいはもうそのこの原稿についてなんか思うことがあったらちょっと感想をくれへんかって言ったら、あ、それはもうぜひ読ませてください言うから、はい、でモンスターの原稿、ボツにした原稿を送ったんですよ。ほんなら1週間ぐらいですかね、1週間ぐらいしてからですね、高部さんがやってきて、作品うちで出させてくださいって言ったんです。 でね、僕その時は僕は自分でボツにしてる原稿やからね、もううわ幻冬舎ってええ加減な出版社だなと思ったんですよ。そんなもう出せばええのかと、はい、まあ、もう僕その時ねちょっとだけ、まあ、注目されてたんです。だからちょっと注目されてる作家やからもう何でもええから出しゃええのかと、もうこんなデタラメな編集者の言うこと聞いてないのかと思って、ほんで僕は出さへんって怒ったんですよ。なら、いやいや本当に面白かった、本当に面白かった言うから、もう信用してないんですよね。でね、であんまりにも言うから、分かった分かった、だからそこまで言うんだったらまあちょっと考えるけど、ただねこれは女性を主人公にしてるんで、はい、この女性に読ませてくれへんかと、はい、で女性が読んで、これ面白いというなったらもうちょっと考えますわって言って、わ、ね、かりました、次女性に読んでもらいますって、それからそれからしばらく10日ぐらいしてからですね、また連絡があって、女性に読んでもらいましたって、あ、そうなのって、めちゃくちゃ面白い読んでましたって、おおと思って、そうか女性が面白いって言ったから、でその人、その人は誰、どういう編集者って聞いたら、うちの嫁さんですってガクッと来てね嫁さんに読ませてどうすんねやと、はい、もうさ、嘘を偽りないです、その通りです。いやいや、これ
こんなもんあかんと、あの女性に読ませてくれるのはあくまで女性の編集者という意味やないかって、分かりましたって、それがしばらくして、まただいぶ経ったから、あのうちの女性の編集長に、はい、上司の編集長に呼ばれましたと、はい、めちゃくちゃ面白いってました、ね。はい、もうね、そうなってくるとね、僕ね、3回目やったらね、もう信用してないんですよ、全然腹からね。もういつ信用してくれるんですか。適当なこと言いやがってと思って。うん、で、ところがほんまやほんまや言うから、で、まあ、3人で会ったんです、新宿でね、はい、新宿で中華食べながら、はい、ほんなその女性の編集長が、これ本当にすごいと言うて、あんまりにもすごい言うから、ほら僕その日になってね、ほんまかな、これ僕は自分でボツにしたけど、ほんまのもろいかなと思って、で、その時初めて、その作品を1年ぶりにね、自分の作品を初めて読み直したんですよ、はい、読み直してみたら、あれこれおもろいなと、これおもろいやんこれ、はい、と、これはまあもっと雑に雑に荒っぽく書いてるけど、これをもう一度じっくり書き直したらこれかなり作品になるかなと思って、それで初めて分かった、これ書き直してみろ、もう一回あのじっくりやるわって、でその後、まあ、実際整形手術が出てくるんで、まあ、高橋さんが2人でね、でね、取材しましたね、整形手術の先生とか行ってね、はい、実際の整形手術はここのところはどうするのかって話を聞いて、でまあいろいろちょっとさらに加湿修正しながらして、まあ書いたのが、それで出したのがモンスターですね、はい、ほらこれがなんと、はい、今もう140万近くいってます、140万部近くいってますね、138万ぐらい、138万、はい、売れまして、はいはい、ほんでね、実はね、高見さんは、厳冬室に入る前はもういろんな各いろんな仕事を転々として、で厳冬室に入る前は家族、言うてもいいから、角川書店の契約社員やったんですね、はいはいはい、はい、ほんで、たまたま運よく厳冬室に入れてんけど、厳冬室に入ってたぶん2年か3年ぐらいだかな、まだね、はい、そうですね、はい、ほんで、全く仕事ができないで、もう首寸前やったんですよ首の皮1枚残ってて、はい、そこのところはモンスターで130万部だったんで、はい、首繋がったんですよね、はい、はい、もうなんだっけな、今文庫の厳冬室文庫で売れた、はい、うん、本の今こうランキングみたいなの出すと、うんうん、モンスターが4位ぐらいなんですよ、厳冬室文庫全体で、で他のまあ大河の一滴とかがなんですけど、うん、あるんですけど、はい、まあ他の本はもう担当者がこうみんなもう辞めちゃったりとかしてるんで、厳冬室はね人付き合わないからすぐ見ないと辞めるやめちゃって、社長がね怖いからね、そうそう、それで、はい、でもこうその中で僕がまだ生き残れてるのはモンスターのおかげっていうところもありまして、もう今文庫の編集長やもんね、はい、ありがとうございます、すごいわ、本当100歳のおかげで、いやいやもうね、2年ぐらい前にもなんかボーナスがすごい上がったりして、それやめて、それやめてくださいよ、ね、急に生々しくなるからやめて言うとったよ、ね、はいはい、もうダメだ、もうダメ、はいもうダメ、はいもうダメ、めちゃくちゃ嬉しそうにしとった、はいもうダメはい、あ、はい、もう10分になっちゃった、ちょうどいい、はい、そうですね、はい、あの高橋さん、あのこの後もね、いよいよ、まあ、23日、まあ、24日に発売されますが、はい、この後もまたよろしくお願いします、はい、こちらこそよろしくお願いします、あの新聞広告とかでね、はいはい、24日発売です、はい、よろしくお願いします、はい、すいません、じゃあ高橋さん、はい、失礼します、ここでありがとうございます、ありがとうございます、はい、失礼します、どうもありがとうございました、さて、はい、さて皆さん、長らくお待たせいたしました、本日のメインゲスト、スペシャルゲストです、及川さん、及川一平さん、どうぞ、どうも失礼します、どうもありがとうございます、ありがとうございます、よろしくお願いします、はい、及川さんです、ぜひこんばんはっちゃってやってください。どうも皆さん こんにちは。そしてこんばんは、及川幸久です。今日百田直樹チャンネルファンの皆さん、初めまして、よろしくお願いします。いや、いろいろいっぱい。この888っていうのは、ああ、パチパチパチね。はいはい、ありがとうございます。はい、演歌歌手って感じですけど。いやいや、だから声があんまりいいからでしょ。ああ、はい、ありがとうございます。すごい、はい、いい笑顔だ。生意気、生意気。はい、及川さんかっこいい、はい、及川さん素敵、すごいよ、ありがとうございます、このさっきから赤と、赤はなんか特別なんですか、これ分からない、うん、よくしませんね、はい、なんかお金、特別というわけじゃない、お金払うと赤になるとか、そういうんじゃないですね、そういうわけではない、あ、そうなんですか、はい、はいはい、かっこいい、すごいですよ、どうもありがとうございます、はい、素敵、女のミサを歌っているのありますよ、何のこれ面白いチャンネルですね、はい、もうね、もうバカみたいなチャンネルですね、はい、もうね、やってる方がこんなんですからね、はい、もうここの会員もみんなバカですね、はい
こういうやりといていいんですか。すごいなんかリラックスしました今。さっきまで緊張してたんですけど。もうやっとる方も見る方もみんなバカですね。これでいいんですね。はい、もうバカの頭ですわ。すいません。バッカですって書いてある。みんなバカですから。すいません。いやいや、もうね、すごいや、前回の及川さんに来ていただいてね、もうこんな情けない番組で、ね、大会って人もいない。大会せんといて。はい。はい、いや、面白いわこれ。いや、多分ね、まあ、今日の、まあ、会員の皆さんはですね、はい、当然、まあ、及川さんのことはご存知ですが、いやいや、まあ、改めてね、及川さんと説明いたしますと、実は私もね、つい 2,3 ヶ月前まで及川さんのこと知らなかったんです。はい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 、すいません。いや、とんでもないですね。まあ、特に、まあ、今回大統領選がね、まあ、アメリカで大変なことになってですね、はいはい、で、まあ、それで、その、まあ、私なんかもいろいろトラノモンズで喋ったり、あるいはツイートしたり、で、そういうことでやっぱりこうネットをいろいろ見てますとね、まあ、いろんな方がいろんなことを喋ってる。で、その中でやっぱり YouTube でもね、今回 その大統領選に関してもいろんなことを喋ってるところ、うん、で、そういうのやっぱりこうネットはしごしてたらですね、うん、まあ、及川さんの存在初めて見まして、はいはい、で、あれ、この人誰やろ、最初ごめんなさいね、誰やろ、しかし声がええなと思って、はい、で、声がいいんでね、言うとることがね、かっこよく聞こえるんですよ。私は声が悪いんでね、ええこと言うてもね、もう半額ですわ。はい、そんなことはないんですけど。いや、それで、はいはい、まあ、及川さんの番組に僕ハマりましてね。恐縮、それ大変恐縮ですね。いやいや、ほんまにな、すごいなと思って勉強して、あとも及川さんだけじゃなくてね、あの張陽さん、張陽さんいいですね。張陽さんもいいですよね。日本語が見事ですよね。はいはいはい、で、徴用ちゃん番組で、うん、それから、だいぶ落ちるんですけど、闇の熊さん、闇の熊さん、面白いですよね。面白いです、はい、本当に面白い。闇の熊さん、でもね、闇の熊さん、すごい面白いんですけど、闇の熊さんもですね、及川さんの番組をすごい見てて、及川さんの喋ってることをだいぶこう持ってきてますよね。いや、でも闇の熊さんが相当私のチャンネルを宣伝してくれてるので、もう本当ありがたい限りで。そうですね。はい、で、僕、闇の熊さんにね、はい、いや、僕最初ね、だから、いや、及川さんにこの番組来てもらったら嬉しいな、嬉しいなと思ってたんですが、はいはい、まあ、及川さんさすがにちょっとハードルが高すぎなと。いやいや、そんなことない。闇の熊さんやったらひょいと来てくれるかもしれないなと思って、で、闇の熊さんに出てくれへんかったら、いやいやって断られましたね。あかんのかいと思って、やめの熊さんハードル高かったやなと思って、ほんでもう、いや、もう私のははるかに低いんですよ。いやいや、そう、いや、及川さんはその10倍ぐらいハードル高いなと思いながらはちょっと恐る恐る聞いてみたら、及川さんにね、開拓いいですよって出てくれました、はい、もうね、めっちゃ嬉しかったね。いや、私は本当に逆にね、宗教家なんで、はい、めったに声かけられないんですよ。怖がられてしまって。 なので、こんな百田さんみたいな方に声かけられると、もうちょっと普通ありえないので、いやいやいや、それでもう ありがたく今日来させていただきました。とんでもないです、本当にね、ごめんなさい、紹介の途中でしたけども、はい、今、政治系 YouTuber の中でダントツ人気なんですよ、及川さん。大体、1回の動画がもう50万以上ですよね、はい、その再生回数が。結果的にそうなってますね、はい、いや、そ、結果的に言うでもね、うん、やっぱりこの YouTube の視聴回数っていうのはこれね、はい、本当にその面白くないと誰も見ないんです、これ。本当そうです。テレビっていうのはね、結構その、テレビの視聴率とか言うんですけど、あれも確かに面白くなかったら見ないって言うんですが、はいはい、実はね、地上波のテレビってね、はい、チャンネル5つぐらいしかないんです、はいはいはい、5つがもっと NHK 合わせてね、はいはい、で、だって日本人でもうほとんどテレビ見ますから、はい、例えばゴールデンね、今減りましたけど、全盛期のテレビのゴールデンタイムってね、うん、だいたい7時から9時ぐらいまでゴールデンタイム、はいはい、ゴールデンタイムの全番組の視聴者を全部足したら 80% 超えてたんです、はい、だからね、そのゴールデンタイムの時間は日本中8割以上の人がテレビつけて見てたんですよ、うん、これもちょっとおかしいんですけどね。ただ視聴率、例えば取った言うても、そのわずか6つか5つの中で取り合ってたんですから。だから、ところが YouTube はこれチャンネル無限にあるわけですね、今すごい数ですよね。無限ですよ、はい、で、その中 で、で、だからいくら番組が増えても個人の時間って増えませんよね、はいはい、個人が持ってる時間ちょっと、はい、で、その持ってる時間で何を見るかっていうのは、これすごいある意味選択なんですよね、はい、で、その中で今及川さんの番組がめちゃくちゃ見られてるってことは、うん、これはね、多くの YouTube の視聴者が、まあ、YouTube の視聴者っておかしいですけど、多くの人がですね、やっぱり及川さんの番組を
見たいと。これはもう、はい、いわゆる例えば政治系 YouTuber がトップというのは、はい、政治に関心のある人の一番人気がやっぱ及川さんの番組なんですよ。まあ、政治といっても私の場合、うん、国際政治に限定してるんですよね。うん、だから百田さんみたいに本当に国内の日本の政治について精通されてる作家みたいな方ともちょっともう全然ジャンルが違う。いやいや私何も知らない。レベルが違うので、はい、海外のことだけなんですよ。いやでもね、まあ、海外のことと、まあ、謙遜されておっしゃいましたけど、はい、実は今このアメリカ大統領の問題というのは、はい、これは単に日本にとっては、他国の問題で収まらないんですよね。その通りですね。このトランプになるかバイデンになるかによってこれ日本の命運がかかってますよね。その通りです。はっきり言いましたね。つまり今ね、例えば菅内閣がどうの頃とか、例えば日本のその次の参院選とか解散があるかどうのか言いますけど、はい、これは確かに、僕ら日本人にとって大きなことですけど、実は、このアメリカ大統領選の行方というのはそれ以上に日本にとって日本、私たち生活にとって大きな問題だと思いますね。その全く同じ議論が、台湾だとか、インドネシアだとか、イギリスとか他の国でも同じ話になってるんですよ。だからみんなどこの国の人たちも、これアメリカの大統領選挙の話だけじゃないと、世界のテーマだっていうふうにみんな感じてて、でそういう意味で言うとなんかこれ世界的な現象みたいですね。そうですよね、だからこれね今はもう世界の最大ニュースだと思います、私は。そうですね、でそれがねYouTube の視聴者をみんな知ってるんで、その世界最大のニュースで、このニュースをみんな一体どうなってんのやと、真相は何かと、であるいはこの先どうなるの、はい、その展開がすごい気になる、はい、でその中で、みんなが喜んでから一番注目して見てるのは及川さんの番組なんですよ。私の番組といくつかね、ここに今特化してる人たちが YouTuber で何かいますよね、はい、まあ、長陽さんもそうですよね。長陽さんもそうだし、はい、から原野タイムスさん、あ、はいはい、これなんかご覧になったことありますかね。いや僕それまで見てた。原野タイムスさんって言って、はいはい、また見ます。これも最近ものすごく伸びてらっしゃってるんですけど、多分アメリカ在住のアメリカ人だと思うんです。アメリカ人なんですが日本語がすごくうまいんですよ。あ、そうなんですか。だから長陽さんとよく似てるんですよ。長陽さんは中国人で、日本語がうまい。長陽さんは今日本で住んでるんでしょうね、多分ね、はい、で、で多分長陽さんも英語がすごくできるみたいなので英語で情報を取ってますよね、はい、で原野タイムズさんっていう人も、多分ね日系アメリカ人じゃないかと思うんです。顔を出さないのでわからないんですけど、なるほど。だけど、まあ、完全に英語で情報を取ってて、で日本語で話してるんですよ。はあ、日本語はちょっとたどたどしいところもあるんですけど、はい、ただものすごくうまくて、あ、そうですか。この方のもね、ものすごく面白いですよ。なるほどね。で多分視聴者の皆さん、はい、いろんなのを見てるんですよね。闇のコマさんも見てるだろうし、はい、でこのチャンネルも見てるだろうし、はい、でいろんな視点を合わせて総合的に多分判断されてるんじゃないですか、ね、そうですね。でまたこうもちろんその及川さんもね、原野チャンネルをご覧になってるし、はい、から長陽さんもご覧になってますよね、はい、だからもちろん長陽さんとか原野チャンネルさんの人も多分同じように及川さんのも見たりとか言ってますね、向こうもね。言ってますね。だから、はい、そういう意味では互いにこう結果的にはこう、情報交換あるいは情報共有してながらやってるとこありますよね。補完し合ってるみたいなとこがあって、やっぱりそれぞれとか得意な部分が違うので、それと視点がやっぱり違いますから、はい、それでこの点に関しては原野タイムズさんがもう先に言ってますよとか言うんですよ、お互いに。でそれでなんか今成り立ってるようになってて、なるほどね、面白いですね、そういう意味で、ね、そうですね、例えば最近ではですね、はい、トランプさんのツイートが話題になりましたね。はい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 、はい、これに関してももうネット上では結構意見が分かれてねこのトランプさんのツイートを解釈をどうするのかということね、まあ一部ではですね、トランプさんは戒厳令はないと言ってる、戒厳令が敷かれるというのは全部フェイクだと言ってる、ほらトランプさんがフェイクで言ってる、戒厳令ないよ、ほらほらって言うて喜んでる人もいますけど、でもこれは全然解釈が違うという説もありますよね。その通りです、そこ実は今日ここに来る前に、はい、今日の動画を撮ってアップしてきたんですね。あ、
ここは来る前に、はい、いつも私本当にあの大体アップする時間が夜中深夜になっちゃって、はい、申し訳ないすいません。いつも視聴者の方にもうちょっと早くアップできないんですかって書かれるんですけど、今日はちょっと早めにやってきまして、であのまさに今百田さん言われたちょっとその辺のつい先週末あった、うん、トランプさんのツイート、はい、あのちょっと衝撃的なツイート、あれが結構世界で驚かしましたね。そうですね、うん、あのそのツイートが非常にシンプルなツイートで、うん、あのマーシャルロー、あの戒厳令ですね、はい、マーシャルローイコールフェイクニュースっていう、これだけだったんですよ、うん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 、だからこれであたかもトランプさん自身が戒厳令はフェイクニュースであって、うん、やらないよって否定してるようにみんな思っちゃったんですよね、うんはいはい、でも実はそうじゃなかったって話を今日、まあ、なるほどね、はい、私もそう思ってます、まだ何が起こるか分かりません。そうですね、はい、これね、順番立ててもう一回、はいはい、語っていきたいんですが、はいまあ、11月の3日、はい、現地時間の3日かな、はいはい、に、まあ、アメリカ大統領選がありました、はい、で、実は私その時も特番やったんです、このニコ生で、そうなんですね、はい、開票特番じゃなくて、はいはい、4時間か5時間やったんですが、はい、で私はその前に、投票前にですね、はい、私はもうツイッターでも書きましたが、うん、トランプさんが圧勝するって言ったんですよ、絶対トランプさんが圧勝って、はい、で実際にこう見てみたら、まあ、意外に圧勝ではなくてですね、結構こう接戦やったんですね。でも接戦でも私はちょうどその番組やりながらFOX ニュースを見ながらこれやってたんですが、まあ、次々に、この週は、バイデンが取った、この週はトランプが取ったというふうにどんどん色分けしていきます、はいはい、で最後に6週か7週ぐらい残ったんです。ちょうど番組ちょうどやってる生放送やってるまでにそれが決まらないって、はいはい、でそれでも FOX ニュースでね、刻々とその開票が決まるわけですね。今 80% 決まった、今 85% 開票した、今 89% 今 90% でその時にこう 票が変わっていくわけですね、はい、でそれ見ながら私ノートにこうノートというか紙にね、はいはいはい、その数字を書きながら、はいはい、まあこれはトランプさん優勢かな、丸かなとかいうふうに、これはまだ分からない、三角かなというふうに生放送しながらこう火をつけてたんですよ。でどんどんやっぱりこう開票が進んでいって 90% になってきて、もうトランプさんがどうリードしていく、かなりリードで、これはもう丸じゃなくて20丸やなとか、あもうここは数字的にもこれ50丸やな、もうほぼ決定やなとかでやっていって、でそれでちょうど番組の生放送の中でもうトランプさんが過半数取ることは決定って言ってて、あ、それ言われたんですね、言うたら、もうこれ決定しましたと、はいはいはい、まだ 100% 開票してないけど、うん、もう今までの流れから言って、もうこれは全部取りますと、頭角を打ったわけです、はい、もうペンシルベニアもトランプ、はい、ミシガンもトランプ、はい、ウィスコンシンもトランプって、もう次々にトランプ、で、あとここは分からないっていうのはあったんですが、まあ、分からん部分は置いておいても、これでもうトランプさんが関数取ったって、ところがそれが、日本時間のだから12月の4日やったんですが、4日、はいはい、そうですね、はい、4日で生放送してるんですが、はいはい、で4日の生放送がまあ10時ぐらいに終わって、はいはい、で、まあ、ホテルに戻りまして、うん、で、まあ、いろんな仕事してて、で夜中にねちょっとツイート見てみたら、あれ逆転してるやんと、うん、ウィスコンシン逆転、うん、ミシガン逆転、嘘と思って、うん、で改めて紙に書いてあって、はい、いや逆転するような数字じゃないと、うん、おかしいと思ってね、うん、ほんでところはもう次の日のもうネットではもうバイデンが勝ったってなってて、これはおかしいと、でまあ私自身はそう3日から4日にはそんな印象だったんですが、はいはい、この時及川さんはこの時はどういう感じで見てましたですか。私も、うん、あでもそういえば今ちょっと思い出しながらなんですけど、うん、その4日の日ですよね、4日の日の日本時間の4日の日の夜に、はい、私がもう一つやってる YouTube チャンネルでチェンジジャパンっていうのがあるんですよ、うん、チェンジジャパンという YouTube チャンネルで日本海洋、そうなんです、うん、これであの YouTube のライブやってたんですね。で YouTube ライブやりながら、うん、ちょうど今のお話と同じように各週ごと、はい、出して、で多分これでもうトランプ決まりですねみたいなことを確か言って、で、ライブ配信終えて、はい、それでその後なんか居酒屋行ったんですよ、はい、居酒屋行ってライブ配信終わったの、何時9時です、はい、あ9時ね、9時で終わって、はい、でその時点ではまあ完全にも圧倒的トランプリードだったんですよ。そうですね。で、はい、居酒屋行ってスマホ見てたらどんどん下がってしまっていくので、うん、あれと思って、で、はい、その晩もうずっと見てたんですけど、もう逆転するところも見てました。はあ。でこれはどうなってるんだろうっていうのちょっと、うん、
背筋が凍る思いがしたんですよね。はい、でただ私実は、はい、まあ、アメリカのメディアの、まあ、要するにアメリカのネットのいろんなサイトを見てるもんですから、うん、それを予言してる人が何人かいたんですよ。こうなるっていうの。なるほど、ね、何人かいて、なんかもうあたかも計画されていてその通りになったみたいなのがあって、うん、でそれをいくつか読んでたんですね、うんうんうん、読んでて、でもまさか読んでたっていうのは前もって出てくるよね。そうです、はい、で、そのうちの一つは自分の、YouTube のチャンネルで紹介もしたんですよ。あ、こういう予測をしてる人がいますと。9月ぐらいに今この状況、うん、この状況そ の漢字をそのまま書いてたんです、うん、これ文章なんですけど、うん、文章のブログみたいなの書いてて、うん、でそれを9月ぐらいにご紹介したんですが、ただまさかこうなるとはねと言いながらただ紹介しただけだったんですよ、うん、でもなんかね知ってた人が何人かいるんじゃないですかね、うん、こういうふうになるのね。今から思うと、もうトランプさんもそれを予測してたところありますよね。まさにトランプさん自身が、うん、投票日の直前 の, ラリーって言っていろんなところでトランプさんが野外のところで、はい、講演されてましたよね。でその時にいつも最後に皆さん投票行ってください、皆さん入れてください、皆さんの家族も一緒に行ってください、しかし今回は結果が長引きますって必ず言うんですよ。投票に行ってくださいって言っておきながら結果は長引きますって言うんで、なんか変だなと。そうですね、普通結果は普通はもう投票日の翌日には決まりますよ ね,、うん、そうですよね。長引くことはないですよ ね, ないですね。長引くというのはこれ揉めますよということなんですね。うん、ということはトランプさんはもう揉めるというのは分かってたんですね。多分そんな感じですね。あ、まあなんかこうならざるを得ないっていうのは、うん、いろんな情報は多分あったのかもしれないし、うん、まあもしかして計画通りな、お互いに計画通りなのかもしれないけど、うんうん、これでまあそういうことがあって、はい、で実際に、例えばそうですね、及川さんは、はい、このことに関して、まあ、動画を上げられました。はいはいはい、この大統領選挙前に関してですか、うんうん、その要するにその結果が出てトランプまで、うんうん、最初はもう11月の4日、はい、5日あたりはバイデンが勝利という、はいはいはい、アメリカのメディアも日本のメディアももうみんなバイデン勝利となりましたね、はいはい、一色になりました、はい、私は実はですね、はい、ちょっとまあ多分その事前に2つぐらい明確にこうなるっていうのを予測してたんだ、うん、ブログ、アメリカのブログを読んでたので、うんうん、あ、もしかしてと思って、うん、で4日のそういう大きな変動があってバイデン勝利っていうマスコミが言い始めた時に、はい、すぐに、まあ、自分のツイッターと、うん、YouTube チャンネルでこれは違いますと、うんうんうん、これまだ何の結果も出てませんと、うんうん、っていうのをまず出しました、うんうん、で出したんですが、本音のところでは一体何が起きてんだろうと、うん、というんでそれが全く見えないのでそうですね、でそれを毎日それちょっと探す作業に入りましたね。あ、そっからね、まあ、探すといっても、うん、もうネットを通してアメリカの情報を見るしかないんですけど、うん、でも結構そこでいろんな面白い話が出てきて、うん、でそれを毎日 YouTube で出してたんですね。で私の YouTube チャンネルっていうのは基本的に国際情勢を扱うチャンネルなんですよ、はい、だから国内で国内の政治に何があってもそれは触れないで国際情勢ってことでどっちかっていうと香港のことを扱ったりとか、うんうん、ヨーロッパのことを扱ったりとか中東のことを言ったりとかいろいろ扱ってたんですけど、もうここまで来るともう大統領選挙一色にならざるを得ないなと思って。そうですね、これアメリカだけじゃないことがありますね、はいはい、もう本当に、まあ先ほども私言いましたけどもう世界にとってこれ大きな、まあ、結果をもう及ぼすだけじゃなくて、まあこれはちょっとまた無料のタイムでちょっと言いにくいんですが、まあ、これ有料になったらいっぱい言いますはい、はい某国の、うん、影響が、はいはい、というか策略というか、うん、干渉が多とそこは有料になってから言った方がいいんですね。はい、はい、有料になってから行きましょう、はいはいはい、で、うん、皆さん字書いたかんで、はいはいはい、黙ってねえからな皆さん字書いたかん、はい、字が問題ですね、はいでも本当にその某国のところっていうのが最初はみんなよく分かんなかったですね。そうなんです、見なかったですよね、僕もね、まあ、ごめんなさい私の話するとね、どうぞどうぞ、まあ、4日の日に、まあ、もうみんなバイデン勝利になって、うん、はい、これはおかしいと、うんうん、何かあった違いだよ。で僕は、まあ、その時にはもう一切また情報出ませんでしたね、はい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 、情報出ない。でも、うん、確か次の日ぐらいにはもう早くも
ウィスコンシンとミシガンで、うん、いわゆるバイデンジャンプというやつがこう、はい、あの 票のパーセンテージ刻みで、うん、突然、バイデンの票がドーンと一直線に上がってるんですね、うんうん、はい、あれがね、多分もう翌日ぐらいで出てたんですよ。そうでしたね、うん、で、あのまた当時はまだそれ、うん、翌日にはまだそれぐらいしか出てなかったんですけど、うん、僕は なんとなくこれ僕はもうあんまり大統領選のことは知らなかったんですけど、うん、とにかくこれは不正があったに違いないと、うん、もう作家の勘でね。でそれはすごいですね。あのその時点で、うんうん、あのまあ、百田さんみたいな影響力のある人がこれは不正だって断定的に言えるって他にいなかったと思うんですよ。うん、まあ、私はもうよく断定的に言うと絵を外すんですけどいやだからそれをね、私は反響拝見していて、なんかね、あの逆にあの一 YouTuber として心強かったんですよね。あ、百田さんが言ってるなと思って、あ、それだったらちょっと自分もこの線で押してって大丈夫いいなっていうふうにちょっと内心そういうのあったんですよそうなんですよ。で多分他の YouTuber の人はそうだったと思うんですよね。いや、それでね、絶対不正やと思って、もう絶対不正だった、違いないと、もうそれでもうずっと不正や不正やって言い続けとってね、でよく情報は何も入らないんだけど、もう第一感としてはこれおかしいと。で僕はまあその前からね、この今回の大統領選はトランプが圧勝するとも思ってたんで、だからあの接戦になった時点でおかしいと思ったんですよ。おかしい、本当トランプ圧勝するはずに、なんでやと思って。でそれでね、実はその翌週にまた同じようにこのニコ生があって、うん、はい、その時にねケント・ギルバーさんを読んだんですよ。あ、はい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 、ほんなね、はい、実はその1週間前のケント・ギルバーさん、うん、その特番、うん、開票特番の時にもケント・ギルバーさん読んでて、うん、1週間前というかね、その日はね火曜日じゃなくて、確か木曜日ぐらいやったんですけど、はいはい、ちょっと曜日はっきり覚えてない、はい、でそれからだから、4日か5日後ぐらいに、まあ、もう一回ケントさんを読んで、うん、ほらケントさんも最初ね、うん、あの開票特番の時には、うん、もう今回、うん、バイデン陣営が、うん、いろんなイカサマをやってる情報が入ってると、その老人ホーム勝手に行ってね、その老人たちにもなんかよう分からない票はいっぱい集めたりとか、うもうそういうこといっぱいやってる話をしてって、これおかしい、絶対バイデンは勝ってはいけない、トランプが勝たないといけないって話をしとったのに、はいはい、そのね4日後か5日後ぐらいに私の百田直樹チャンネルを産んだ時には、はい、急にね、はい、いやもうバイデンの勝利決定です、あ、このチャンネルで、うん、このチャンネルだったんですか、うん、もう決定ですと。いやいや、でその時にはね、すでにね、もうその4日後5日の時には、あのドミニオンの集計機の問題もこう熱で出たんで、はい、でいやドミニオンの問題、いやあんなもんは何もないです、イカサマないですとか言って、で、今回なんかいろいろ言ってますけど、こんなもんは全部ほとんどデマですと言って、ほんで、いやほんで、投票用紙の問題もいろいろありますよって言ったら、あのほんなら、いや投票用紙は各州で、50州の各州で投票用紙は全部違うんで、こんなもんはアメリカの連邦政府が前もって投票用紙を作ってるわけないんで、つまり投票用紙の透かしとかいう話もあるけど、これでも全部デマとか言って、もうとにかく不正がなかった、不正がなかった言ってる、この人4日間、5日前と全然言うこと違うやんと思って。生放送中にそんな感じだったんですか。はい、でその時に百田さんとしてはどう反応されたんですか。いやだからアメリカの弁護士やし、で地元のことも用意してるし、ね、で言うから、うん、で僕はもうどうしても納得できないん で、うん、でちょっとね一瞬契約のムードがあったんですよ。生放送中でも、生放送中で、でこれはお客さんとして僕が頼んで呼んできて、ここで喧嘩すらいかないで、もう話話題変えようと思って、もう途中で話題変えたんですけどね、これおかしいなと。それでも想定外の展開ですね。そうなんです。はい、でなんでやろうと思ったら、ほんなそうするとね、それからしばらくして、まあ、保守系の YouTuber とか Twitter とかそういう人がやって、うんうん、いやもうバイデンで決まりとか、いやあのアメリカの民主主義はもう歴史があるんで、まあ、アメリカを疑ったらいけないとかいうことを言う人がどんどん増えて、なんでと思ってね。で、これはね僕はまあこれ想像ですけども、はい、あの最初に開票があった直後に、はいはいはい、YouTube とか、はい、Twitter で結構規制がかかったんですよね。かかりました。私のもかかりました。ねえ、つまり、本来トランプ勝てるんちゃうのとか、これ、バイデンインチキしたんちゃうのとか、あるいはこの不正選挙不正があったんちゃうかって、すぐあの直後にそういう声がいっぱい上がりましたよね、はいはい、ところがそれがいきなりもう削除されたりブロックされたりいろいろありましたよね、はい
あ、及川さんもなったんですか。あの軒並み制限になりました、うん、あの削除はなかったんですけど、うん、もうあのアップしても制限制限制限って、うん、あの YouTube の前ねご存知の通り、はい、あの制限されちゃうとおすすめ動画に入らないので、あ、なんか見られないんですよね、はいはいはい、アップしても存在しないのとほぼ一緒なので、うん、あのチャンネル登録してる人のとこだけには行くんですけど、うん、だからもうこれ困ったなと思ってでもなぜ何が理由で制限されてるのかわからないので、うん、でそれが続きましたね。そう、あの今また最近厳しくなっていますけど、はい、あの開業直後は非常に厳しかったですよね。厳しかったですね。うん、ほんで僕はね、だからこれは僕の想像なんですけど、急にね手のひら返ししたいとは、うん、手のひら返ししたように見える YouTuber はこれ結構そのブロックとか削除とか制限が恐れて、いわゆるいやトランプ勝ちだよとか、もういや不正があったに違いないいうのをもうそういうのを言わなくなったんかなと。でもそういうなんか心理的な圧迫は本当にありましたね、うん、あの特にあの、まあ、あの我々のような毎日動画上げてる人間からすると、うん、その毎日の動画が制限されたりブロックされるって結構なプレッシャーなんですよね。うん、だからあの、ね、始まる前もちょっとねお話してましたけど、なんかあのいろいろこう登場人物の名前を変えたりとか、はい、ストレートに言わなくなったりとかっていうのは、うん、もうなんか抵抗しないと、あの一番怖いのはチャンネルがバンされてしまうっていう、はい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 、これが一番やっぱみんなあるので、うん、多分ねそのなんていうかある種の 目に見えない脅迫ですね。そうですね、だからね、まあ、分かりませんけど多分そういうようなことを怖がって、いやいやもう今回この選挙に関しては何も言わんとこ、もうアメリカの選挙はもう結果こうなったんやから、これに対しておかしいおかしいと言うと、YouTube からいろいろやられるんで、もうそれは言わないでこうと思った人は何人かおるんちゃうかなという気がします。まあ、彼らの心の中は分かりませんけどね、はいはいはい、あの今おっしゃったように、うん、あの今及川さんがおっしゃったようにそれをうまく回避するために、うん、まあ、名前言いますと例えば篠原丈一郎さんなんかは、はいはい、トランプという名前 YouTube でトランプという名前で使わないで、うん、トラさんとか言ってね、うん、で、はい、バイデンさんの名前を梅さんとか言ってね、はい、なんかそんな風にこう、はい、名前を変えたりしますけどね、まあ、ハンターバイデンのことをカリウトさんとか言ってたりして、ハンターだからハンターだからね、はい、私が見てるね YouTube の YouTuber の人がね、もうあのバイデンのことをおじいちゃんと呼んでますであのハンターのことを何だっけな、ド変態息子って言ってましたそれ危ないですよね、それ危ないな、それ聞くのはなんか楽しみでなんか見てましたけど、なるほどね、そうそう、だからね、あの YouTuber なんかともね、あの、いろいろ分かるんですね、そうやって、はい、どいやもう、制限なんか恐れずにどんどん言うっていう人と、あるいはその、まあ、制限はうまく逃れるために寅さんとか梅さんとか言うて逃げる人と、であるいはいやもうこのことに関しては言わないでおこう、もうアメリカ政府のもメディアの言うことをそのまま垂れ流すようにしようとかね、まあ、いろいろ分かりました ね、 ですから私はツイッターで今回のアメリカ大統領選に関しては、保守系のいろんな言論人の私にとってね、はい、私にとってはリトマス試験紙になったなと思ってたんですよ。なるほどね、うん、今までみんな同じような形でも言ってたけど、はい、なんかこうアメリカ大統領選中リトマス形式つけてみたらあれ色変わったとかね、はい、結構そういう感じに見えます、私にとってはね、まあ、そういう意味では私はもうあの根がちょっとシンプルな人間なんですよ、うん、シンプルな人間なのでもうなんかあの細かいことやるの面倒くさいからこのままで普通に行こうかなと思って、うん、何も特に変わらずにあのトランプはトランプバイデンはバイデンってずっと言い続けたんですけどね、うん、いやでもねその結果ですよね、あの、うん、YouTube で今トップ人気はね、だから多くの人がやっぱ、はい、及川さんに対する信頼度がすごい高まってるんですよね。まあ、あの逆にあの実は私はあんまり他のそんな見てないんですよ、うんうんうん、あのまずあの家にテレビがないんです。テレビがなくてもう何年もテレビを見てないんです。出張で海外あのどっか地方行って、うん、ホテルに泊まった時ぐらいに見るぐらいで家でテレビ見ないのと新聞も撮ってないんです。ネットでしか見てないの、はいはい、でそれももう最近もあんまり日本の新聞を見なくなったんで、うんうん、逆に特にこの、大統領選挙の直前ぐらいから日本のメディアにもうちょっと意図的に触れないことしたんですよ。あ、はい、触れるとなんか影響を受けますよね、はい、そうですね、
はい、もうあのどこのチャンネルでも見ないそうなんですからね。だからもう、はい、もうとにかくあのもうちょっとねあの波動を受けないようにしようと思って、うんうんうん、で波動を受けずにもう完全にあの自分がもう見るメディアはこれだけって限定したんですよ、うんうん、で全部まあアメリカのメディアなんですけど、はい、それ以外はもう見ないと、うん、というふうにしてたんで割と逆に、言いたいこと言えた感じはしますね。なるほどね、はいはい、あのところでまあちょっと具体このから、はい、今からちょっと具体的な話をしたいんですが、はいはい、まあ、いきなりなんですが、はいはい、あの私は今回のアメリカ大統領、まあ、先ほども何でも言ってますけど、うん、アメリカの大統領選に関しては大規模な不正があったと確信してます、うんうん、これは大川さんどうですか。全く同じです。全く同じです、はい、でさっきもちょっとあの、うん、あのちらっと触れたように今年の9月ぐらいにアメリカの割とマイナーなメディアで、こういうような不正が起きるっていうことを予告してたんですよね、うんうんうん、でそれに関してはまだ半信半疑でした、はい、その時その時全然全く半信半疑でした、はいはい、ただその起きた投票日の後に起きた現状を見て、うん、もしかしたら本当に起きてやったんだなっていうふうに思って、うん、私もそこからかあの確信しました、うん、あのそっからですね、はい、もう毎日のように、うん、新しい情報を飛び出しましたね。はいはい、ね、まあ、もちろんその中には、フェイクニュースも、うん、あるいは若干あの勇み足の情報もあるんでしょうけど、はい、まあ、あの結局フェイクニュースと勇み足はこれネットの面白いところはね、うん、玉石混交でいろいろあるんですけど、はいはい、とこは、結局嘘情報は落ちていきますよ ね、 そうですね、どんどんね、やっぱりこれは嘘やということはやっぱり証明されていきます、うん、で結局だから最初はもうどっといろんな情報があふれるんですが、うん、で最初だからどれを信じていいかどれを嘘と信じていいかこれは分かりません、うん、ところが、ね、何回も何回もこうずっと何日も何日もやっていくと結局嘘が落ちていって最後に残るものでありますよね、うん、で、もう今回もまあお方1ヶ月半ぐらい経ちまして、はいはいはい、まあ、かなりこうほぼ間違いないなっちゅう残ってるものがものすごいたくさんありますね。多いですね、今回多いですね。多いですね。意外とあれ嘘だろうと思ったのが結構残ってますね。そうですね、はい、いやほんでね、ところはね、はい、この間もある人と喋ってたら、はい、あのいや、まあ、不正はあったと思うけどもって言ってね、まあ、これあれあのなかなか普段なかなかいいこと言う人なんですが、それでもね彼こう言うんですよ。しかし、裁判で証明されてないでしょって言うんですよ。はい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 、これに対してどういう、いやこれね、はい、いや、まあ、ある種ちょっと日本人のメンタリティだと思うんですけど、うんうん、裁判とか裁判官っていうのを神のごとく信じてますね、みんなね、うん、でこれ私は多少ちょっとアメリカの会社に勤めてたり、うん、アメリカに住んでたので、うん、そもそもあのアメリカの裁判はあの半分信じて半分信じられないです、うん、っていうのはまず裁判官は、うん、あのこれ州の裁判所でも、うん、最高裁でもそうなんですけど、うん、基本的に裁判官みんな共和党か民主党か立場はっきりしてますから。あれ、ええ、で、で、まあまあ普段のいわゆる一般的な犯罪とは関係ないけども、ええ、政治的な判断を求められる判決になってくると、はい、これで最初からいるわけだね。ああ共和党に寄りになるのか、うん、あの民主党寄りになるのか、うん、それぞれはっきりしてるんですよね、うんうん、でその時の大統領だとか、うん、時の州だったら州知事が、うん、どっちの人かによって任命された裁判官が立場が違うので、うん、で、まあ、例えば今の最高裁だったら、9人の最高裁の、まあ、判事いるけど一応、まあ、実質今5人が保守で4人がリベラルとっていうふうに、まあ、最初から色分けされてるので、はい、でも それが 逆転する時もあるし、はい、それによっていくらでもこの裁判の判決なんて変わっちゃうので。そうですね、これ全然話変わるんですけど、はい、あの村西監督ってあの元は AV のね、村西監督、まあ、この番組にも何回も出てきた。そうなんですか。もう私のこのニコ生、はい、百田直樹さんというのはもうむちゃくちゃなんですよね、はい、もういろんな人が出るんですね。いろんな人が出るんです。でその村西さんが言っても、はい、あの人はハワイで AV を撮って、で、まあ、結構むちゃくちゃなもうその撮影をしたもんですから、結局その現地で捕まって懲役なんかね300年ぐらいかなんか休憩されたんですよ。はい、はい、でもこれもえらいことなので、うん、これとにかく裁判、うん、これ裁判をぼんやりして負けてたら大変なことになるんで、しゃあないからもう腕利きの弁護士ぶわー雇って、うん、でとうとうそれで単なる罰金刑に終わったんですよ、300年の休憩がね。でこれところはその時に、村瀬さんはもう、うん、もう思いっきりその
弁護士費用とか払ったんで、何億円も払って、結局まあお金みんななくなったんですけど、でもね、でもお内さんに言わせたら、でもその時にお金使えなかったら、今頃は津山まだハワイの刑務所おったかもしれんって言うんですよ。だからそれ聞くとね、アメリカの司法って一体何やねと。まあまさにあの裁判官っていうよりも弁護士のためのマーケットみたいなもんなので、弁護士がそうやってお金儲けできるようにできてるんですよね、社会がね。だから弁護士さえにお金さえ高くたくさん使えば、その裁判の結果なんか何とでもなる。まあ結局また話を戻しますとですね、はい、だからそのなんていうか、まあ、あの司法市場主義なんですよね、つまり、いやだって司法でまだ有罪ってできてないでしょ、だから、不正があったとは言えないでしょっていう立場になっちゃうんですよね。そうですね。でもこれってね、やっぱりこうある意味想像力ないですよね。ないですね。だからちょっとだからそこはあの日本人にとって裁判官っていうのは右とか左とかあると思ってないし、みんな中立だと思ってるし、あの公平に判断してくれるというふうになんか思い込んでると思うんですけど、でも日本だってそうじゃないかもしれないですよね。そうですね、実際にはね。いや確かにあの、まあ、いろんな裁判でも地裁と高裁ではもう意見、判決が180度変わることもありますからね。そうですね。だからそこはちょっとあのちょうどいい機会だと思うんですよ。この今のアメリカのこの現状を見て、アメリカだけが変だっていうんじゃなくて、このアメリカの現状から今の日本社会をちょっと逆照射できるので、日本の、 あの選挙制度についても日本の司法についても果たしてどうなんだろうって考えるいい機会じゃないかなと思うんですね。そうですね。あのね、もうだいぶ無料の時間が過ぎたんで、無料1時間以上やってしまったんで、あの皆さんこの辺りで渡辺さんちょっと有料にします。ちなみにですね、今 YouTube の同時接続数が2万人超えてます。あら、それ多いんですか。あのリアルタイムで今、YouTube で2万人見てる。2万人ですか。はい、あのバイデンさんが勝利宣言の時、あの YouTube のリアルタイムで5000人だったんです。私バイデンさんより4倍人気あるんですよ。そうですね。はい、はい、あのほなちょっと、今からね皆さん、有料なんでね、今まではね多少私と及川さんもね多少こう、ことを抑えめに喋ってたんですが、これが有料なんで、ズバズバ言いますよ。皆さん、まだ、会員になってない方は今入らんと損ですよ。はい、ほんなら分かりました。それでは今から切り替えます。はい、有料しましょう。はい、はい、ありがとう。さてこれでね、今もうこの 2,3 日もどんどん変わってるんですが、何から喋っていいか分かりませんが、まだ、どこから行きましょうか。そうですね、あの、まあ、ちょっと言いましょう。はい、どうぞ。私はね今回、本当にトランプが勝たないと、もう世界は大変なことになると思うんです。で、中にはねいろんな言論人がいてですね、こんなこと言う人もいるんですよ。今騒げば騒ごうど共和党の人気が逆に下がって、次の2年後の中間選挙にもう勝てないよとかね、あるいは4年後巻き返しはできないよとか言うんですけど、僕はこれ何を言ってるかと思うんですよ。今これが不正がね、暴けないままに終わってしまったら、これも不正やり放題になりますよね。そうですね。だからもう2年後なんかないです。ないですよね。もうないです。もう一切だから、もうこれもう剣神ですよね。ここで、あの不正を暴けないとアメリカ終わりますよね。でこのアメリカ終わったらどうなるかというと、アメリカが、中国のもう思うままの国になるということですよね。全くその通りですね。あの私ね、あの今回あの百田さんが今の論点、ここで不正を黙ってていいのかってところですよね。このまましてていいのかってところ。これね、私はあの例えばあのこれ有料だから言ってもいいのかもしれないですけど、例えば暴力団って組織ありますよね。暴力団って組織があって、暴力団がある町でやりたい放題やっていて、でそこで不正もやっていて、でもそこの普通の市民たちがもうしょうがないって、あの脅されるよりも、このまま黙ってよって言っていいのかどうかですね。そしたらその町が発展するわけないし、で一旦許しちゃったら、もうそのままになっちゃいますよ。でそういう町がアメリカにかつてありまして、ニューヨークって町がそうだったんですよ。
ニューヨークって街が マフィアね。マフィア、はい、5つぐらいのマフィアが堂々と生きてる街だったんですよ、はい、で私その時代にニューヨークにいたことがあるんですよ。あ、そうなんですね。70年代まさにそうだったんですよ、はい、80年代か80年代ぐらいはまだそうだったんですよ。でもうやりたい方だったんですニューヨークって、うん、でそれを警察も誰も全く手出せない、はい、でそれでもニューヨークってことでなんか人が集まってたんですけど、うん、でもそれおかしいだろうと、うん、おかしいものはおかしいって言ってニューヨークの5つのマフィアを追い出したのがジュリアニなんですよ、ね、あれすごいですよね。あ、すごいと思いました。だってねマフィアは、ええ、まあ、1920年代からずっとイタリア系シリア出身のね、うん、まあ、五大ファミリーがあったんですが、はいはい、これはもう歴代の大統領も、うん、例えば FBI の長官も、うんうん、ただ僕の記憶では FBI の、ね、50年代の長官のフーバーがね、うん、はい、マフィアなんて存在しないんだよ、あ、なんか都市伝説だよみたいなことを言うた記憶あるんですよ、うん、全くその通りです、うん、つまりもう歴代の大統領もね、うん、みんなねマフィアの問題は、うん、触らなかった。つまりそれ触ると命危ないから、うん、だからそれ触らないものっていうふうに社会ができてしまってる、うんうんうん、でもそんな社会って本当に発展しないんですよね。でもジュリアーニさんはこれ潰したんですから、すごいよね。すごい、本当にすごい怪物ですよね、でもやっぱり命を何度も狙われて、そりゃそうですよね、でもそれでも命なんかくれてやるみたいな感じでやってたので、うん、結局生き残ったんですよね。あの結局あれでマフィアの五大ファミリーの3人ぐらいが刑務所掘り込まれたんですね。そうです、そうです。で、あのその時すでに法律はあったのに、うん、その法律すら使えなかった、うん、でもその法律は法律なんだからって言って法律使ってぶち込んだんですね、うん、で多分その時の状況とすごくよく似てると思いますね、うん、だからね僕はもう最初からジュリアニさんの言うことはジュリアニさんが今回ね、うん、絶対不正があったと、はいはい、絶対これを叩きのめすんだって言うて、うん、僕はねもうその彼の言うことが正しいかどうかっていうことよりもね、うん、あの その情報は私は精査できません、はい、ただね、あのマフィアと戦って、うん、命がけで眉を潰した男、うん、こういう男はねまず自分の損得、金の問題では動かないんですよ、うん、絶対に、はいはい、その通りですね、当然マフィアはね、うん、恐喝したし脅したし、うん、と同時にね金やるから絶対来たってはずなんですよ、うん、賄賂も相当来たはず、はい、でもねそんなもん受け取ったら終わりですよね、うん、だからジュリアンはもうそんなもん全部拒否したはずなんですね、うん、だそういう男がね今回この不正に対してもう怒りまくってる、うん、もうこれはねその瞬間にねもうジュリアンさんが言った瞬間に私はもうジュリアンさんの言うことを全部信じましたね、うん、それでさっきあの百田さんがその日本のお知り合いで、うん、で そうは言っても、うん、まあ、裁判でとか、うん、もしくは日本にはあんまり関係ないじゃないですかっていうね、うん、この感覚が私は その感覚が問題だと思っていて、はい、っていうのはこのアメリカでそういう不正を許す、うん、なんか暴力団みたいなのを許す、はっきり言って言えば中国共産党的なものを許すって してしまったらもう日本でも世界どこでも許されることに多分なってしまうんですね。そうですね。でそれが中国共産党的なものが世界全体でもう広がっていくことになってしまうので、でそれを広げるのが多分バイデンだと思うんですよ、はい、でそれを良しとそれでもそういうふうになるわけないっていうふうに思ってるのは能天気すぎるなと。そうですね、はい、まあ、ほんでね私 もう今回のことであのアメリカがこれほど中国に浸透されてるのかということでね、まあ、もちろん民主党はもうとっぷり浸透されてます、はい、それからバイデンあるいはバイデン一家ね息子、はい、それからおそらくオバマもヒラリーもそうでしょう。でもっと怖いのはね今回と思ったのが、次々に明らかになりましたけど共和党の議員、はいはいはい、知事まで浸透してたんですよね。あのジョージア州の知事、はいはい、それから州務長官、はい、これも完全に中国に、うん、あのやられてますね、はいはいはい、それからあの、いや今回もバイデンを認めようないかと言うたら、うん、その総務上院院内総務、上院院内総務の、はい、道間公務、はい、これも今どんどんその、彼も中国にどっぷり使ってるという情報が出てますよね、うんうん、バレてきちゃいましたね、はい、だからねもう司法、今回司法もやられてますよね、はい、で民主党、それからメディアね、当然、それからもうツイッターとかフェイスブックとか YouTube で、さらにその共和党までやられてるっていう、でその状況を見てね、やっぱり及川さんのおっしゃったように、じゃあ我が国はどうやねと思いますよね、そうですね、
あの厳しい、あの賄賂とかに対して厳しいアメリカでもこんだけやられてることは、これ日本の議員相当やられてるんちゃうかという気しますね。全くその点が一番あの不安心配なところで、例えばあのアメリカで、政治家がその中国共産党に、あのやられているという意味で言うと、まあ、中央のワシントンの政治家はそうなんですけど、特に地方の政治家がそうなんですよね。地方議員、地方議員は軒並みやられてます、でさっき の百田さんが言われたジョージア州の州知事にしても地方ですから、だから狙われるんですよね。なるほど。で州知事なんて大したことないですから、もうあの中国共産党がお金出したらもう頃ですから。で特にジョージア州っていうのはアメリカの50州の中でもう中国との貿易で成り立ってるような州なので。あ、そうなんですか。でだからもう中国もうお得意様なわけですよ、でだからそこにはもうあの共和党も民主党もないんですよね。はだからもうね、だからあの面白いことにあのジョージア州のアトランタには動物園があるんですけど、ここにはパンダがいるんですよ。でパンダ、あのパンダ外交ってあるじゃないですか、パンダはアメリカに4カ所しかないんですよ。あ、そうなんですか。で日本は3カ所なんですよ。で和歌山と東京と、そうです、あと神戸かな、で、あとヨーロッパとか韓国にもあるんですけど、中国はあの何の意味もなくパンダ送らないんですよね、全部意味があるので、特に貿易関係なんです。貿易関係が あるところにしか送らないんですね。なるほどね。でジョージア州はその4つのうちの1つなんですよ。で別にジョージアのアトランタなんてそんなアメリカの4大都市の1つじゃないですから。はい。しかしなぜそこにパンダがいるのかって。なるほどね。でいうので、まあ、完全に、まあ、あのもう中国にどっぷりなんですよね。でそれと同じことが日本の地方議員、これもうすごくあって。そうですね、あの今回コロナのことでね、あの日本にマスクが足らないのに、その県が備蓄してるマスクをバンバン送った、あの地方の知事たくさんいましたよね。その通りです。表現知事とか静岡県のどっかの市とかね、あれ、あれみんな姉妹都市提携があるからですよ。なるほど。で姉妹都市提携っていうのが中国の手口なんですね。アメリカが一番中国と姉妹都市提携が多い国なんですよ。そうなんですか。でみんな地方なんです。なるほど。地方をあの王毅外相が地方行くんですよ。地方の都市って姉妹都市結びましょうっていうことで、姉妹都市結んだらあの中国と貿易やれますよっていう、パンダもあげます。パンダもこれが貿易額が上がったらパンダが行くかもしれませんよみたいな。なるほどね。でそれが今おっしゃったように日本も起きてるんですね。そうね。だって和歌山にあんだけたくさんパンダがおるっていうのはあれ和歌山出身の2階がおるからですよね。どうして なんでパン日本に3カ所しかないのに、どうしてそのパンダが和歌山なのかっていうね。しかもたくさんおるんですよ。そうですよね、なんとかワールドなんとかっていうの、で私実はね、来週末かな、あ今週末だ、今週末の日曜日に香川県の東かがわ市ってとこ行くんですよ、でそこであの公民館みたいなとこでちょっと講演するんですよ、でもそれなぜ講演するかっていうと、ここの地元の人たちが実はここの地元の市と市議会が中国どっぷりで、中国からいっぱいなんかいろんなものを受けて、でなんか小学校の跡地とかを中国に無料で貸すとか、なんかいろんなこと進めてるんですって、でそれでその中にいる人たちがこう YouTube とか見てる人たちが、これはまずい、おかしいやろ、おかしいと思い始めて、で及川さんに喋ったこと、であのそこでちょっとその中国の実態みたいな話をしてくれってことで行くんですけど。なるほどね。東かがわ市ってとこです、でこれ東かがわ市の人見てる、それも市長リコールやで、ほんまに。でまさにね、これ全国で起きてると思うんですよ。そうね、全米で起きてますから。だからこれね、大変な問題ですよ。そうですよね、でまたね、中国人は今日本に住みたがってるからね。だからそういう意味で、例えばじゃあこのどこどこの県のこの辺りの町を中国の町にしようと、まあ、仮に中国が考えたら、まずそこの市長とかその市会議員にもたっぷりお金あって、でもうそういうその優遇措置の中で、でもう土地をね、わーって例えば、まあ、市の土地とか県の土地をもう提供してもらったりしてな、まあ、あっという間にその辺の町、中国人の町になりますよね。気が付いたらそうなってる。あの最近ではオーストラリアでなんかあの島を、中国人が買って、でその島はもう、オーストラリア人入んないって、中国人しか入ったらあかんっていう、ほなこれね、
オーストラリアの中に中国の植民地ができたみたいなもんですよね、それをいつも狙ってるんですよね、で特に日本はその私有財産の権利があまりにも大きいから、はいはい、一旦私有財産となったらもう国とかも県も全然手出せませんから、そうすると例えばもう大きな広大な北海道とかで土地を手に入れたら、そこに勝手に道を作ってないし、はい日本人入るなってやったら、これ私有財産の権利で憲法に何条かせるけど、もうそれで日本人入れないんですよね、それがまた自衛隊の基地のすぐ隣だったりとかするので、まあまあ、本当に彼ら頭いいですね。頭そう戦略的にやってきて、こっちが逆に能天気すぎますね。そうですよね。フェクトさんね、はい、ちょっとさっきね、コメントで出てたやつで、はいはい、で実は今日私がアップした動画でもちょっと触れてるんですけど、あ触れてないかな、まだ触れてないんだ、触れてなくて、最初にちょっとご紹介した、アメリカ人の YouTuber で、原野タイムスさん、はい、原野タイムスさんが3日ぐらい前に出した非常に、ね、やばい動画があるんですよ。ものすごくやばい動画、それまだアップされてます、はい、アップされてるんですが、はい、その原野タイムスさんもその危なさをよく知ってるので、いろいろ言葉を変えたりとかして出してるんですけ ど3日前ね、3日前です、皆さん3日前の原野タイムス、はい、もしかしたら、削除されるかもわからないので今のうち見とき、ね、タイトルがね、アルファベットの O、それから英語のアルファベットの B、それからカタカナのマーとかいうふうに書いてあるんですよ。オバマ。そうです。そうなんです。で、それをまともに書けないんです。っていうのは何かというと、SES っていう話なんです。SES っていう、さっきちょっと出てきたんですけどね、SES って高級官僚制度みたいな意味なんですよ。で、これは簡単に言うとアメリカの連邦政府の国家公務員。国家公務員のトップはトランプ大統領、今だったらトランプ大統領が任命した長官たちですよね、はい、だからトランプの、息のかかる人たちで、その下にいる高級官僚、はい、この人たちのことを SES って言うんですね。ほうほうほう。でこの SES ってのはアメリカ独特の制度で、一番優秀な人たちをここに持ってきて、給料も高くする、日本の官僚みたいなね、そうですね、日本のそのいわゆるキャリア官僚みたいな、ね、そうですね、はい、それのまさにその、待遇の待遇に、またさらに上に、日本の官僚は給料らしいからね、そうですね、はい、で競争で負けちゃうと、天下りしなきゃいけないとかありますけど、はい、この人たちはもう権利が永久なんですよ、ほうで給料も高いんです、ほうほうほう、でこの人たちがアメリカ政府機関の要は実際に動かしてる人たちです、はいはいはい、で8000、7000人かな、7000人ぐらいいるんですよ、でこの人たちをの約7割を自分の息のかかる人に入れ替えて、で今も影響力を持っているのがさっきのオバマだと言われてるんです。あ、そうなんですか、でこの要はオバマさんってもう大統領辞めてるじゃないですか、はい、辞めて、4年ぐらい経ってますよ ね、 ね、はい、オバマは今どこにいるかっていうと、はい、ワシントンにいるんですよ。普通の大統領8年やって、はい、みんな田舎帰りますよね、田舎帰りますよね、はい、帰らないんですよ。ほう。帰らないでワシントンで何してるのかって、うん、実はこの7000人ぐらいいる SES のうちの約7割の人たちを、5000人ぐらいね、動かしてる、はい、で動かしてて、で要はその多くが司法機関なんです。司法機関なんですね。で結局このオバマがよく知ってるのは司法、つまり裁判所、裁判所を抑えれば何でもできるという、確かにもうどんな政治的腐敗、賄賂、そういうものも最終的な裁判になりますから、はい、それを抑えたらもう負けることないんですね。そうなんです。だから最高裁にしても今回テキサスの訴訟で最高、アメリカの最高裁のことがいろいろ今出てますけど、まあ確かに最高裁の判事はそのうち5人ぐらいは保守権がいるんですけど、ただその彼らを取り巻いているこの高級官僚がいるんですね、もうこれ全部オバマの息のかかった人ですよ、ここへ来てですね、これネット上の情報なんでどこでも分かりませんけど、はい、本当の黒幕はオバマじゃないかという説が、結構ささやかれてますね、はいはい、今その話の根拠になっているのがこの SES。 なるほどね。実は4年前の大統領選の時に、はいはい、ヒラリーでさえも実はオバマの駒であったと、はいはい、なんかこれ、
ヒラリーがなんか賄賂をオバマがあったりから賄賂を受け取ってと、うんうん、いう話も出てますね、はい、その賄賂を渡した人が最近今自首してっていうか、そうなんです、ね、自分が言い始めてですよね、はい、で結局それはなぜかと言うたら、うん、そのヒラリーがオバマの言うことを聞かざるを得ないような、うん、そういうふうにこう、うん、オバマがヒラリーを縛ったという話もありますね、うん、このいわゆる民主党っていう組織の中に、まあ、日本の政党みたいにやっぱり派閥があって、うん、派閥があってその派閥の間での力関係というか勢力争いがあるらしいんですね、うん、でそのうちの今最強派閥がオバマ、うん、でそのオバマとヒラリー、というかクリントン夫妻っていうのは実は対立関係に、はい、と言われてます ね実は仲間と言われるんですが、はい、実は、ヒラリーとクリントンはオバマに押さえつけられてるという、うん、ね、そのために今の話のなんか賄賂を渡してる、うんうんうん、でその賄賂を渡したのは陰謀で、はい、陰謀で渡してでその渡してるところをビデオ撮られてる、はい、で言うこと聞かなかったらこれで出すぞっていう、はい、でその渡した人が、なんだっけなパトリック・バーニーっていう名前の人なんですよ、はい、最近またね、はい、出てきた人ですね、はい、でこの人が今トランプさんについてるんですよね。トランプさんについてさっきの あのドミニオンの機械とか、はい、自分で押収して、はい、で自分で検査してるんですね、はいはいはい、でこんなにおかしいってことを自分のお金で言ってる人なんですけど、うん、でもこの辺のところが、うん、今おっしゃった通りどうもオバマなんだと、うん、っていうのがこう明らかになってました。そうですね、さてね、はい、まあ、ごめんなさい、ほんま今日はですね、もういろんな聞いた話だとあちこち飛ぶんですが、はいはい、皆さんすいませんね、はい、私の頭がなかなか追いつかないんですが、これ私あれ、数日前にツイートしたんですが、うん、テキサス州が連邦裁に訴えてきましたね、はいはい、それで同じようにテキサス州うちも乗るぞって言うて、うんうん、全米の20州か19州かなんかの州もテキサス州に乗るから乗った、うんうん、はい、でこれで、まあ、連邦裁で行くんちゃうか言ったところで、うん、ところが連邦裁の判事が9人の判事のうち、うん、7人がそれを却下して、うん、結局7対2で、このテキサス州の訴えが却下されたということがありましたね、うん、でこれでもう終わったなと言って喜ぶ人もたくさんいましたけど、うん、私もちょっととショックを受けたんですがね、うんうん、これね僕がツイートしたのは結果的にね、うんうん、これ結果的に、うん、これはバイデン側というかね、うん、今回こう民主党側にとって、うんうん、これ結果的に、うん、彼らはすごい悪手を打ったんじゃないかっていうのが僕の考えなんです、うん、そのツイートを発見しましたすごいなと思いましたねその握手っていうところが特に、はい、要するに下手打ったってことですね。そう僕囲碁好きなんでね、囲碁やるんですけど、囲碁やっててね、あここやばいな、この手どうしようかな、まあこれを捨てて、これ捨てて打とうかなと思うんですが、いやこれ捨てるのもったいないと、もったいないから全部頑張ろうと思って全部頑張る、思い切り頑張った手を打ってね、打ったことによって大きく死ぬことあるんですよ、うん、はいはい、こんなことやったらあの時捨ててよかったって、うんうん、僕ね今回 の連邦裁が却下したのは、うん、そういうねになるんちゃうかなと思うんですよ、うん、つまりね僕ツイッターで書きましたよね、はいはい、ここで連邦裁が認めて裁判しとっきゃ、うんうん、単に選挙の不正があったとかこの選挙がひっくり返すとかいう段階で終わったのに、うんうん、つまりトランプさんにね、うん、もうどんどんトランプの打つ手をどんどん封じてしまって、うん、トランプさんはもうあくまで司法で決着をつけよう、うん、あくまでその平和的に決着をつけようとしてたのをそれをその次々潰していったんで、うん、じゃあそうなったら大統領で出すしかないよねというふうに民主党側があるいはそのバイデン側がもう大統領令を出すしかないように自分からしてるんちゃうかっていうのは僕の思ったんですよ、うん、それで大統領令 そして戒厳令ですね、はい、それが出るぞってことを予言するっていうのがちょっと、はいはい、それねすごくね私も分かるなと思ったのは、はい、まず相手がテキサスだったってところ、うん、でアメリカ50州ある中でやっぱりテキサスっていうのはテキサス魂っていうふうに、うん、やっぱり魂のある人たちで、うんうん、やっぱり一番正義感の強い人たちなんですよね。なるほど。でその人たちのテキサスってもしかしたらアラモの砦で、ね、あそう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 それもテキサスですよね。はい、でもともとはメキシコだったんですが、はい、メキシコから自ら独立して、そうですね。でアラモ砦で玉砕したんですよね。玉砕して、はい、でそれでまあある意味で理想を求めてアメリカに入ってきたっていう。うん
でその伝統はやっぱり今でもあって、うん、でやっぱりあの今回テキサスはすでにトランプさんを選んでたわけですよ、うんうん、で ある意味でこの揉めてる激戦州とは関係ないのでテキサスが自ら手を挙げてね、はい、そんな訴訟するってそんなあのなんかそんな役回りをやる必要は本当はなかったのかもしれない、はいはい、しかしやっぱりあの正義感でやっぱ立ち上がってるんですよね、うん、テキサスの人たちが、うん、でもそれを最高裁判所が審議もしないで、うん、でスタンディングがないとあの資格がないと資格がないと、うん、これ一番残るところですね、うんうん、で実際にあの最高裁があのその資格がないって言って蹴ったのが12月11日の金曜日だったんですね、はい、で翌週の月曜日が例の大統領の、選挙人たちの投票日だったわけですよ。あ、そうですね。投票日が14日の投票日、はいはいはい、でこの14日あの全米で各州で選ばれた選挙人たちが投票した、はい、でその時にあのテキサス州の選挙人たちの投票日の会場の様子を YouTube でやってたんです。ほうほうほう。で私それ見てたんですよ、はい、後で見たんですけど、はい、あの見ててもうねみんな怒りまくってるんですよ。あテキサスの人々がね、そう、その前の週の金曜日に蹴られたばっかりなんで、はいはい、でものすごい怒りまくってて、で実際にはもう投票するだけですから、うん、単なる儀式なんですよね、はい、普通は儀式 で投票終わったら、うん、もうそれでもう終わりなのかなと思ったら、うん、その後意見がある人はどうぞっていう時間があって、うん、ほうほう、投票した投票人の人たち、はい、まあ、共和党ですよね、共和党、みんな共和党なんですけど、はい、その人たちが次々出てきてですね、はい、あのね、あのスピーチするんですよ、はあはあ、でこれはもう絶対におかしいと、はあ、でそこで最終的に、まあ、レゾリューションっていうんですけど、うん、テキサス州としての決議を決めるんですね、うん、決議を決めて、これはそんな普通はないでわけないですね、はい、で決めても本当は意味ないんですけどはい、はい、だけど、はい、もうこれは、まあ、要するに、法律的な拘束力は全くない、ないにもかかわらずないけども、うん、これは不正であると、うん、でそれを審議しない最高裁もおかしい、うん、不正をするやつらもっとおかしい、うん、でこんなのおかしいぞっていうのをみんなで決議するんですよ、うん、でその中のスピーチしてあの抗議の意見を言ったうちの一人が、うん、まあ、実際最高裁で何があったかっていうのでなんか密室で最高裁の判事たちが集まって、うん、でその中の一人 あのロバーツっていう一番、うん、あの良くない人が怒鳴って、うん、こんなテキサスのこんな訴訟を我々受けたらアメリカ中暴動になると、そう、それ、はい、そういう声があったっていうのを、うん、それを言った人なんですね、うん、でそれが、まあ、またバーッと広がったんですけど、うん、まあね、こういうなんかテキサスが一つのアメリカ人らしい正義に対して立ち向かうという姿を見せた、それに対して最高裁が逃げた、うん、はい、もうこれね一番分かりやすいにアメリカ人の一番嫌なパターンですね。ああそうですか、アメリカ人が一番怒るパターン、ね、怒るパターンですよ。だからそういう意味で今、うん、あの百田さんが言われたこれも一番下手な手ですよ、これ、うん、これを見せちゃったっていうのは、はいはい、でそうするとみんなトランプの側についちゃいますね、うん、そうですね、うん、あの一説では、共和党支持者の7割、はい、そして民主党支持者の中にも3割は、うん、今回の選挙に不正があったと信じてるっていう、はいはい、そういう世論調査ありますけど、はい、私はもっと多いんちゃうかなと思ってますね、はいはいはい、その通りです、はい、あのニュースマックスってところが、うん、あのちょっとあのその辺の分析をしてるんですけど、あの明確なあの世論調査してるわけじゃないんですが、はい、今おっしゃったような数字大体そうなんです、そういう数字なんですけど、うん、世論調査すると、うん、しかしそれは、ある特定の人たちの世論調査なので、はい、現時点特にテキサス州の訴訟が終わった後の段階では、うん、アメリカ人の少なくとも半分以上のはずだと、うんうん、この不正があるって言ってるのは、うんうんうん、今週ですね、ワシントンの連邦議会、ワシントンの議会、はい、議会の上院議会で、この問題の公聴会があったんですけど、はい、その公聴会の委員長をやっているロン・ジョンソンっていう、この人は共和党の人なんですけど、はい、この人がはっきり言ってたのは、今アメリカ人に不正があったかどうかもし聞いたら、うん、半分じゃ済まないと、おー、もう大多数のアメリカ人が不正があったってもう分かってるよって、うん、っていう言い方をしてましたね、うんうんうん、ですからね、これまた視点を変えて言いますとね、はいはい、例えばトランプさんが、今回のアメリカ大統領選の不正に関してね、うん、単にこう選挙結果をひっくり返すだけじゃないと、うんうん、
もう長年溜まった海、うん、これを全部引き出すにはどうすればいいかと、うん、もし仮に富山さん考えたとしたら、うんはいはい、これもやっぱり大統領令と戒厳令なんですね、うんうんうん、でところがこれを例えば11月の初めに出すとかやったら、うんうん、これねやっぱアメリカの世論がね許さなかったと思うんですよ、うん、そうですね、はい、うん、でトランプさんはだからこの1ヶ月半以上かけて、うん、このいろんな形で、うん、ジュリアーニさんが訴訟したり、あるいはパウエルさんが訴訟したり、うん、あるいはリンウッドさんが出たり、あるいは今回のテキサス州の訴訟があったり、うん、まあ、いろんな形でねこう世論をね、うん、盛り上げてきたんちゃうかなと思うんですよ、うん、もうだから気は熟した感じがするんですね、うん、でねこれね私あるまた人と喋った時にね、はい、僕はその、まあ、これ私の喋りね、はい、黙ってきて、はい、あの、はい、戒厳令あるでと僕が言ったんですよ、はいはい、これあると、はい、大統領たちからこれきっと戒厳令がある、うん、ほんならそうしたら、うん、ある人はいや人さんいくらでもそれはないと、うん、って言うんですよ、うん、それはないなんでって言ったら、うん、いやそれはリスクが大きすぎるって言う、うん、で僕はねちょっと待ってくれと、うん、あなたは今リスクが大きいんだけど、うん、これどっちの方がリスク大きいかと僕が聞いたんですよ、うん、つまり、このまま黙って、バイデンが勝利してしまうリスクと、うんうん、ここはあの大統領令だし戒厳令で、いわゆる不正を全部叩き潰すリスク、うん、これどっちの方がリスク大きいですかって言ったら、うん、ほなもう黙ってしまった確かにねって言って、ほんでね僕はさらに、うん、僕は自分は小説家やから、はい、これはツイッターで書いてたんですけど、はい、これね一つの映画の場面を考えるんですよ、うんうん、もう今すでに映画みたいですけどね、はいはい、実際にこの大統領役の役者がいて、うん、そして大統領のその大統領を支持する側近の連中がいる、はい、あるいはそこにパウエルさんとかジュリアンさんがいる、うん、でそこでもう今回不正は明らかやと、うん、でもどうも司法もやられてる状況、うん、でいろいろ手打ったけど散々手打ったけどもう手はないと、うん、もうあと残る手はこれはもう大統領で出すしかないというような時に、うん、その映画でね映画前でその大統領が出さんとこやめときますわ、うん、もう黙ってホワイトハウス去ります、うん、ほらみんな側近もみんな泣きながらそうですね、うん、もう忘れて負けましたね、うん、こんな映画あるかと今までの何だったんだってことになっちゃうんですよね。これがねポツダム宣言受諾するかどうかじゃないんですよ、うんうんはいはい、あれはねもうポツダム宣言受諾しないと、うん、もう日本が終わると、うん、天皇陛下の命も危ないということで、うん、もう泣き泣きみんな号泣しながらポツダム宣言受諾した、うん、もうこれもね、まあ、実際天皇陛下が、はい、ポツダム宣言受諾するって言うたんですよね、うんうん、私は東郷外務大臣の、はい、それでみんなわーってそれまでまあ意見分かれとったんですが、うんまあ、天皇陛下がもう私の命でどうなってもいいから、うん、日本人を助けたいことでポツダム宣言受諾するということでもうみんなわー泣いたんですけど、うん、今回はアメリカの未来がかかってるんですよ、うん、その大統領がね自分がここで引いたらアメリカが滅ぶ、うん、同時にこれは世界が滅ぶ、うん、もうアメリカ市民アメリカ国民はもう中国人の奴隷となってしまう。その時にねまあ戒厳令出すの怖いからやめますわという大統領がおるかということなんですよ、うんうん、そうまずいないですね。いないですよね。ですから最終的に僕は出すのは僕の予言なんですが、うんうんまあ、あともう一つはねあの1月の6日に、はい結局このいろいろ選挙を無効やというふうにその上院議員とか議員が名乗りを上げて、はいはい、あの抗議をして、はい、で結局それでいくつかの州がひっくり返ってというケースもないとは言えません。ないと言えない。で、うん、そうなった場合は、これももちろん皆さんご存知のように、うん下院の、うん、ワシントンの下院の議員、はい、あの全州、はいはい、アメリカの全州のそれぞれ州の一票ということにして決めると、うんうん、でその場合は、共和党が多いんで、うん、トランプが再選されるであろうという見込み、うん、皆さん見込みをしてますが、うん、私これ危ないと思ってるんですよ、うんうん、つまり今こんだけ例えばジョージア州の共和党の州務長官とか州知事もやられてる、うんうん、そうするとね方々にそのそれぞれの州出身の共和党の議員も例えば、ね、5人ぐらい中国に買収されたらこれひっくり返るでしょ、うん、その通りです。その通り今そういう工作がやられてるかもしれません、ね、そうなんですよ、でこれがねいやいやとにかく今日あの会員の投票になったら勝ちやからそこまで持っていったらええというふうに、うん、トランプさんはねそんな甘いこと考えてないと思うんですよ、うんうん、その通りですね。あのもう一つあり得るのが、うん、今のお話と言えるのは
上院の方はもしそういう、上院下院で結局あの大統領副大統領を決めましょうと、で投票はもうなくなりましたっていうふうになった場合、上院は副大統領を決めるんですよね、で下院が大統領を決める、で、上院は100人しかいないわけです、で、拮抗してるわけですよね、一応まあ、1人か2人多いとか、ちょっと多い、あの共和党が多いぐらいなんですけど、これ今のお話のように上院議員の共和党の人が1人2人寝返っちゃったら終わりですよね。終わりですよ、副大統領はあのハリスになっちゃうんですよ、で、だから上院の方が非常に危ない、で下院は今おっしゃった通りですよ、下院だってあの結局400人いるけど50票なんですよね、でその一応26とか27とかって言われてるんだけど、それ本当にそうなるかどうかも分かりません。分かりませんよね。いやほんまに26対24やったら、この2人変わったら終わりですね。そうです、はい、でそれはもう随分前からこの話出てるので、もう当然中国共産党とかディープステートの側は手を打ってるはずなんですよ、あともう一つはね、これもしトランプさんが勝ったとしたら、これもうあとすごい総統選が行われますよ ね、 そうですね、総統選というのはもうそれぞれもう敵をの、残敵を潰していく戦いですよね、でこうなってきたらもう自分たち下手したら国家反逆罪で死刑やし、死刑にならないにしても、もう終身刑とか、もうあるいは全財産没収とか、もうあるいはそれまで築き上げた社会的地位とかそんなも全部失うんで、これはもう、だから彼らも命がけですよね。必死なはずですね。命がけですよね。トランプもさらにどうなったらマフィアを使うが、殺し屋を使うが、あるいはもう何ぼお金使うが、まあお金はもう中国さんお願いしますよと言ったら中国が出してくれるんで、もう どんなこともやりますよね。あのちょうどそういうことがもうすでになんか起きつつあるみたいに言われてるのがジョージア州なんですよ、さっきの。もうなんか2人ぐらい怪しい気がしますよね。そうなんですよ、ジョージア州の、今ジョージア州はまだ上院議員選挙やってるので、補欠選挙が1月5日に投票があると、でその候補者が2人いるジョージア州に、で、まあ、2議席であると、であの共和党の2人の候補のうちの女性候補の1人の女性候補の選対のスタッフだった20歳の男性が自動車事故で死んだ、あの自動車事故もあの長い映像を見ましたけど、爆発してますよね。爆発してるんですよね。自動車なんか爆発しないですよ。そうですよね、今時アメリカの自動車がね、でその捜査をしていた、ジョージア州の捜査員、あの、まあ、FBI のジョージア州版なんで、GBI って言うんですけど、GBI の捜査員のオサリバンっていう人が自殺している、でこれもなぜ自殺したのかわからない、でそんなあの捜査員が急にこんなところで自殺しないですよね、でもうなんか、完全に、そういうレベルに入ってきちゃってるんだろう、要するにこれはもう見せしめですよね。そうですね、だからもう完全に証拠隠滅で、もう生きるか死ぬかのところに多分入ってるんでしょうね。そうなんですよ、でね、当然それはトランプさんが分からないはずがないんですよ ね、 だからこれでもう下院の選挙だから今でもね、いや下院の選挙に持ち込んだらもう勝てるだろうと思う人、言うてる人いるんですが、僕は下院の選挙に持ち込んでも危ないと見てるんですよ、ね、当然トランプさんもそう思ってると思います。だからそうするとトランプさんはだからもう側近の連中とね、何かいろ当然、部屋でいろいろいろんなこうシミュレーションなりいろんな作戦会議してると思うんですが、もうやっぱりね、多くがこれはやっぱり大統領令を出すしかないと、でそれしないとやられると、でそうなった時にやられるっていうのはね、トランプさん自身が大統領を引くんじゃなくて、これアメリカが滅びますから。その通りですね。でこの時にトランプさんが、いや、やっぱりいろいろリスクあるからやめますわとか言う人とは思いません。そうですね、あの私いつもあのアメリカのメディアを見る時に、あの割とあの左翼メディアを意図的に見ることにしてるんですよ。なるほどね。左翼メディア、面白いんです、左翼メディアって。で、あの見方が全く逆なので、180度違うので、で、ここ1週間、ここ1週間に左翼メディアが急に言い始めてるのが今の論点。あのトランプさん、トランプが、大統領令もしくはマーシャルロー、これをやるんじゃないか、これをやったらもういやあかんでみたいな論調が、ね、やたら強いんですよ。なるほど。つまりそれが恐れてる、ね、恐れてる、なんかすごい恐れてるんですよ。これ CNN から何から全部そうなんですよ。でそこまで言ってないのにまだ、あの
あのトランプサポーター、トランプの側がまだそこまでも言ってないのに、マイケル・フリンなんかまだちっちゃなレベルしか言ってないのに、はいはい、あのこれ切り札はね、それは言わないんですよ。言わないですよ、ね、絶対言わない。切り札は絶対言わないんですよ。にもかかわらず、はい、なんかね、ものすごい恐れてるんですよ、うん、だからやっぱり一番嫌なんだろうなと。そうですね、いやもうこれ出したらもう終わりですからね。そうですね、はい、で私はだからツイッターの大予言で、うん、トランプさんは大統領を出すと、はい、断言しましたね。なるほどね、はい、予言って言いましたね。はい、でも、でもね、あの大統領令っていうのはいろんな形あるので、はいはいはい、何らかの形は出してくるんだよ、はい、と思うんですね。はい、で、あともう一つ、あのその今の暴動、この、うんうん、なんかいろんな暴動が起きるっていうところで、うんうん、もうこれが多分延々と続く可能性があると思うんですね。なるほどね。これアメリカ広いですから、うんうんうん、もう全米で起きる、うんうん、で、あの実際には、まあ、トランプさんが何らかの決断をして、うん、もうこれでいくっていう、うん、あのまあ、大統領令もしくは、うん、何らかの形の戒厳令を出したとして、うん、その後に暴動が多分起きるはずなんですね、うんうんうん、でそっからが勝負になると思います。なるほど、ね、その時にその暴動をどうやって抑えるのか、うん、その準備をどうも今ペンタゴンがやってるみたいな。なるほどね。だからもうそこまでトランプは先の手をまずもう打ってる感じですね、うんうんうん、ということは、うん、やっぱりその前のもう暴動が起きるようなことをやろうとしてるんだろうなと、うんうん、なんかあのもうすでに、暴動に注意しろっていうようなそういう報道もあるみたいですよね。そうですね、そうですね、うん、でガナハさんがガナハ、はいはい、さんがねずっとアメリカに行って、うん、まあ、いろんなところを現地の取材をしてますよね、はいはい、現地の取材というかそのアメリカの生の街の声とか、うん、まあ、そういう街の状況そういうのを拾っているんですが、面白いですね、面白いですね、うん、でまあだから、まあ、これで全体像が見えません、うん、全体像をそれで測るわけにいきませんけど、うん、ただガラさんがいろいろ見てきたのはですね、すでに、もう街から、うん、あれどこの街だと忘れましたけど、もういろんな品物がなくなってるって言うんですね。うん、買い占めで、つまり映像が出てましたね。なんか、はい、棚がなんか商品がなくなってる。はい、ですからもう、うん、おそらく市民たちはですね、うん、これはちょっともう簡単に町に家から出ない方がいいような雰囲気になるかもしれないというのを市民がもう感じてるんですよね。うんうんうん、これは全米かどうか分かりませんけども、ね、はい、あの少なくとも各州の大都市は、うん、もう何か起きるだろうというふうに見られていて、アメリカってあの大都市と田舎との差がすごく激しくて、で大都市は人口が密集しているので暴動を起こしやすいんですよね。なるほどね。あの田舎は離れているので、離れているので暴動やろうと人集めにくい、集まりにくいですね。で、あのもし大都市で暴動を起こして、でかつその日がそのなんかあの暴れている日が田舎の方まで行き始めたら、うん、もうアメリカの市民全員が脅迫される形になって、うん、で結局暴力革命による共産主義革命がアメリカで起きるみたいなね、うん、でどうもそれを狙ってるんじゃないかっていう声もありますね、うん、だから結局はもうあの暴動を起こすタイミングを待ってる、うん、で暴動を起こすためには武器が必要ですから。ああ今中国からさ、もうこの間も1万何千丁の小銃が、はいはい、自動小銃が入ったっていう、はい、入ってそれが抑えられてるんですね。それを使うはずなんですよ。となった場合、ね、もう警察では無理なので軍ですね。軍が出る、はい、で軍をアメリカの市民に使うためにはこれはやっぱり特別な法律を使わなきゃいけないので、はい、でそれが今あのインサレクションアクトっていう1807年にできた法律なんですね。ほう、これ200年前の法律なんですよ、はい、でこれをトランプさん使うんじゃないかと。ほう、で実はトランプさん自身これも言ってるんです。あ、そうですか。あの今年の6月にあのブラックライブスマターとかアンティファでものすごい暴動になったじゃないですか、はい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 、でその時にトランプさんがもうこの200年前のこの反乱法っていうんですけど、はい、インサレクションアクトを使うと、はい、トランプさん言ったんですけど、それをペンタゴン反対したんですね。いくらなんでも、なるほど、ね、あの我々米軍なので、あの、うん、敵国には銃を向けられても市民には向けられない、市民に向けられないって言ってもうビビっちゃったのが前の国防長官ですね、エスパーさん、エスパー、ね、もう解任されましたね。それで、ね、すぐ解任したんですよ、はい、これ解任したタイミングが
あの11月3日の投票日の数日後なんですよ。はいはいはい。だからもう分かっこの展開とも分かって、はい、で最初にもう解任して、あのエスパーさんの解任に関してはですね、あの、ね、もう一つ言われてるのは、はい、解任した後に、はい、あのまあこれ未だにまだ真偽がちょっと不明なんですが、うん、ドイツで、はい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 、サーバーサーバーを抑えた、はいはい、でこれ軍が動いたって話になって、はいはい、そのためにエスパーさんを解任したんじゃないかという話もありますね、うんうん、それもありますね。でその話まだ生きてますよね、うん、はいはい、これもさっき の, あのフェイクかどうかっていうのが、うん、まだちょっとわからない、うん、というのはやっぱりあの米軍の一部がの人がやっぱりそれ言ってるんですよね、はい、はいはい、もしかしたらそうなのかもしれません。あともう一つはあのジーナ・ハスペルがまた出てきませんよね、うん、全然出てきませんね。これおかしいですよ ね, すね。つまりこんだけジーナ・ハスペルは拘束されてるんじゃないかとか、うん、あのキューバのどっかの収容所に入れられてるんじゃないかという説がもういろんなところで言われてるのに、これもし嘘やったら私ここにおりまんがないって出てきますよ ね,、うんうん、すね。あるいは家族がうちの母ちゃんここにおりますよとか、うん、あるいは CIA が、はい、いや長官はもう失踪して仕事してますって、うん、一切肉声も、うん、映像も出てこないですよね、うん、もう1ヶ月経ってるのに、うんうん、これはどう考えてもおかしいですね。おかしいですよ。普通に考えてこれは何らかの拘束をされてるなと、うん、そうですね。前の CIA 長官が今の国務長官のポンペオですから、はい、でポンペオが CIA 長官がやってる時にはしょっちゅう出てました、はい、でこんな時だと絶対出てきますよ、はい、しかも拘束されてるんじゃないかと言われてるのにもかかわらず出てこないっていうのは変ですよね、うんうん、ですよね、はい、だから普通に考えて、まあ、私は拘束されたと思ってます、うんうん、ほなそうするともう拘束されて1ヶ月ぐらい経ちますけども、うん、もう全部ゲロってますよね。うん、あるいは、ね、あるいは司法取引かなんかで、はい、もう全部ゲロってると思うんですよ。だからそういう情報をねトランプさん全部持ってるんですよね。で最近またですねその、連邦裁の裁判官の、最高裁判官の、はいはい、長官のなんとか、はい、ロバーツさん、はい、このロバーツさんがなんですか、エプスタイン島に何度も行ってたいう、はいはい、そのリスト、そのエプスタイン島に行ってたリストがの中にそのロバートの名前があると言って、ね、写真まで出てきちゃいました、ね、あ、そうですか、写ってました。でそうなってくると、うん、これは、いわゆるオバマ陣営からですね、うん、お前これ名前言うぞ、うん、お前リストにあるの言うぞという脅しがあった可能性もありますね、うん、本当ですね。だからそれで今の行動だったら、まあ、腑に落ちるんですけどね、はい、そう考えると誰を信じていいのかもう分からない状態になってて、であのトランプさんが、うん、まあ、裁判ではいろいろ負け続けてるとかね、はいはい、結局 何一つうまくいってないんじゃないかっていうふうに批判の目は言い方はあるんですけど、うん、ただ11月の頭の投票日から今に至るまで約2ヶ月弱の間トランプさんがずっと続けてやってきてる手は国防総省軍のところを抑えてるんですね、うん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 、さっきのエスパー長官を解任して、うんうん、でクリス・ミラーっていう、まあ、自分が動かせる人を持ってきた、うん、でこのミラー長官はもともとグリーンベレー出身の海兵で、はい、グリーンベレーでやってた人 で,、はい、でその前は直前まではあのテロ対策のトップだったわけですね。おだから国内の暴動は一番詳しい人なんですよ。なるほど。でこの人をトップに持ってきてで一番怪しいのはさっきの CIA ですよね、はい、で CIA と軍は関わってるので、はい、で CIA と軍の間に入ってる官僚さっきの SES なんですけど、はい、この官僚を外したんですよ。へトランプさん外してで、もう CIA に担当している軍のトップは直接ミラー長官に報告せよと、うんうんうん、っていう組織改編してるんです。でこれも全部、まあ、トランプと話し合ってやってるみたいなんですよ、うんうん、だから今のペンタゴンっていうのはある意味ではトランプさんが唯一信頼できる、うん、でそこじゃあそこまでしてペンタゴンをこうつないで何をしようとしてるかですね、うん、で考えられるのはこの軍を使って暴動を抑えるというところ、うん、これまさにこれ戒厳令です。そうです ね、はい。いやでしかもまた最近その軍が、うん、いわゆる、新政権に移行するのに情報は出さないと、うん、いうようなことを言いましたね、はいはい、つまり軍はもう新政権を認めてないということですね。そうですね。明らかにね。その、ブリーフィングをやってたんですけどそのブリーフィングもやらないって話なんですから、はい、
これ理由はホリデーだからって言うんですよ。クリスマスだから。適当ですよね。もう大嘘ですよね。そうそう大嘘ですよね。じゃあそれいつまでやらないかっていうと、1月までずっとやらないって言うんですよ。要するに新年があるから。そう。1年間そう。アメリカって1月2日から始まるんですよ。だから1月までずっと、もう1月に入ってからもずっともやらないって言ってるんですよ。これはもうことを起こして。もうことが終わるまでもやらないつもりなんだよということですね。要するにもう新政権の言うことは聞かないよということですよね。そうですね。軍がね、国防省は、これすごいですね。僕はだからもう今までいろいろここまで喋ってますけど、うん、そういう喋ってるデータを例えばまあ紙に書いてますけど、もう紙に書いてったら、うん、もう結論見えてますよね。ね、何が起こるか。見えてますね、はい。もうあの今まで誰もやったことない手をやるってことでしょうね。そうですね。うん、いやほんでもうここへ来てですね。まあ、はっきり言いますとその何でも言ってますけど、もう中国がもう後ろのんの、もうほぼ間違いないですね。でもね、これ中国の立場からしてみればね、まあこれ敵を褒めるのは嫌ですけど、ある意味うまくやってましたよね。つまり中国はもうアメリカをやっつけたいと。ところがアメリカにはどうやっても勝てない、経済も勝てない、軍も勝てない。ところがどうしてももう経済もあの、軍隊も勝てない、じゃあどうするか、選挙に手突っ込んで内側から変えてしまったらええんちゃうのって、すごいこと考えますよね。本当にすごいこと考える。でそれと同じこと考えて他国にやってたのがアメリカなんですよね。ああそうね、あの中南米の国は全部アメリカがそうやって好きなことやってるもんね。なんかね中国とアメリカって思考回路似てるんですよ。ああそうか。これ私はね、私は学生の時にアメリカに留学して、最初に社会人になって入った会社がアメリカの会社だったんですよ。ほうほう。ニューヨークのウォール街の会社だったんですけど、でそういう意味ではアメリカにねお世話になった立場であるんだけど、でもやっぱりそれで感じたのはアメリカのいいところもいっぱい見たんですけど、でもやっぱアメリカってならず者の国家だなと。だってあのベネズエラのドミニオンですか、あれ結局ベネズエラのあのドミニオンはアメリカが作ったんですよね。そうです、 CIA が作ったの。要するにだからアメリカはもうベネズエラやろうがパナマやろうがもう好き勝手してましたよね。その傀儡国家ですよね。植民地じゃないけどもアメリカが自由に操ってましたね。そうか、同じことやってたよね。アメリカは発想が似てるんですよね。でそれをまさに今中国やられちゃってるっていう。でもやっぱり発想が似てるので、民主党の側は多分話が合うんでしょうね。であの完全に一緒に手を組んで同盟を組んじゃってるんだろうと思うんです、けれども例えば、もし仮に、あくまで仮にしましょう、これトランプが勝ったとしましょう、そうするとこれまあさっきも言いましたけど、これ総統選はすごいことになりますね。そうですね、あの焦土作戦というか、もう片っ端から刈り取られていきますね。もうあのどっちかがどっちかをあの皆殺しにするまでやらざるを得ないでしょうね。ですよね、でこれ逆に仮にバイデンが持ち大統領なれば、これ今例えばジュリアニさんとかパウエルさんがもう不正の追及でこう、訴訟とかしてますけど、これ全部打ち切りになりますね。そうですね、もう全部がもう消えます。全部消えますね、もうだからもうそういう、不正の捜査、全部終わりというのになりますね。でもそうなったらもうアメリカ終わりですね。終わりです、もう完全に終わりですね。あのアメリカっていう国をどうやったら終わらせることができるのかっていうのを、ある人がちょっと書いてたんですけど、アメリカっていう国の特徴は連邦国家であると、でそれ州っていうのがそれぞれのある種独立国であると。それぞれが憲法を持ち、でそれぞれの文化を持ち、しかしアメリカっていう一つの国になってるのは合衆国憲法でつながってるから、ということは合衆国憲法を亡き者にすれば、アメリカ終わると、でそういう意味で言うと今バイデン側とか民主党側がやってることは全部憲法違反なんですね、で憲法違反やってもそれでも結局それが通ってしまう、これこそがまさに合衆国憲法を無効にする方法で、これで今日の最初にね、もともと百田さんが言われていた不正をこのまましていいのかと、不正をこのままにするってことはもう合衆国憲法はまあ古典みたいなもんだと、だからまああってもいいけどそんなの守んなくてもいいんだとっていうふうにしてしまうこと自体がね、もう
合衆国憲法を無効にすることになって、はい、結果的にアメリカが終わる。そうですね。これを多分中国が狙ってるんですね、うんうん、中国がよく分かってるんですね、アメリカっていう国のツボを。ただ今おっしゃったようなことを、例えばどうやったらアメリカが終わるかというのは、多分中国の共産党のトップクラスはもう何回も、うん、トップクラスだけじゃなくてね、うん、そういうその研究所は何度もこう研究して、うんうんうん、もういろんなパターンシミュレーションを上げてきてるんでしょうね。一番アメリカの弱いところは研究し尽くして手を打ってるんでしょうね、うん、ということは日本に対しても同じことやってるんでしょうね。日本はもっと楽ですから ね簡単でしょうね、はい、だって日本の国会議員の中でも100万200万もうて喜んでるやつ議員おるんですもん。そうですね、100万200万ですね。100万で、あれびっくりしましたね。もう笑いますよね。100万でそんなに喜んで IR とかやっちゃうんですね。そう、100万ですね、うん、情けないわ。そうですね、うん、ヒラリーのさっきの話は、20億とかそういう話ですから、それだったらまだ分かりますけどね。そうですね、いやでも本当にそういう意味で言うと、今回アメリカ合衆国憲法っていうのをトランプさんは憲法を守る戦いだと、うん、憲法が無効になったらアメリカは終わってしまうので。そうですね、本当そうですね、あとね、ごめんなさい、あともう一つね、はい、ちょっとまあこれはもう SF の話になるんですけど、SF じゃないですけど、まあトランプが勝ったとしましょう、はい、そうするとね、トランプは当然国内にある国内の敵をですね、まあ、総統選でやっつける、はいはい、さあそこで当然まあその後というか、それと同時にやるのが、うん、これ中国への報復ですよね。ああ、そこですね、はい、アメリカっていうのはね、もう報復の時はすごいですから、めちゃくちゃありますから、はいはい、だからおそらくトランプとそれからアメリカはですね、うん、共和党はもう中国を許さんと、うん、ですから今でも中国に対して非常に厳しい貿易制裁してますけど、はいはい、こんなもんじゃ収まらないですね、うん、でなおかつ私はね、一つ、まあ、これ私もツイッターで書いたんですが、うん、はい、ここへ来てね、プーチンがまた面白いこと言ってるんですね、うん、プーチンがもう、うん、いやこれアメリカ不正があったと、うんうん、中国やみたいなこと言ってますよね、うんうん、で、そうなってくると全部知ってるみたいなこと言ってますね、うん、そうなってくるとね、これね、うん、まあプーチンと、うん、まあ、ロシアとね、うん、アメリカが一時的に手を結ぶ可能性あるんちゃうかなと思うんです、うんうんうん、つまりこれ世界の歴史見てもね、うん、第一次世界大戦も第二次世界大戦もそうですけど、うん、その本来いがみ合ってる敵同士が、うん、互いの利害が一致するときに、うん、一時的に手を結ぶということは要はありますよね。ありますね。戦後でもあります。はい、一時的に手を結んで、大国同士がね。で、やっぱりロシアはね、このロシアっていうのもこれまたずるい国なんでね、ソ連時代からそういうソ連でそういうところありますね。まあ、第二次世界大戦がまさにそうでしたよね。そう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 、ヒトラーを倒すためにアメリカとソ連が手を結んだわけですもんね。はい、そういうこと平気でありますからね、うん、で例えば戦後の冷戦の時にもですね、うん、中国はアメリカと手を組んで、はいはい、ソ連をね、はい、こうやったと かそういうこう昨日の敵が今日の味方みたいなところも平気である国なんで、うん、そうすると、ね、ロシアはトランプと、うん、プーチンはトランプと組んで対中制裁に加わるかもしれないなというのは、うん、であと NATO が変な最近 NATO が、 NATO がちょっと怪しい動きをしてるっていうのは、 NATO っていうのが急に出てきちゃいましたね、ここですね、はいはい、それでいくと今そのまさに SF っておっしゃいましたけど、でもなんかリアルな話にだんだんなってきて、うんうん、で当然中国が一番恐れてるのはそういう世界中を敵に回すっていうのを一番恐れている国なので、その前に倒さなきゃいけない、まあ、とにかくトランプを倒さなきゃいけないってことは必死になると思うんですけど、うん、これトランプを倒すことにもし失敗したら、はい、失敗したら逆にもうトランプは何でもできると思います。そうですね、でそれが単なる貿易関税で攻めるっていうんじゃなくて、うん、まあ、目に見える戦争でいくのか、うん、それともまあ、トランプさんがずっと今年最初から言ってるのはこのウイルスですね、はい、新型コロナウイルス、はい、これはチャイナウイルスなんだと、うんうん、ということをまあずっと言ってきて、うん、それ自体が非科学的だっていうふうに責められてたわけなんですけど、うんうん、もうここはずっと一貫してるんですよね、うん、でそれで言うとこれはもうウイルスって、まあ、大量破壊兵器なので、はい、大量破壊兵器によってアメリカ人が十何万人殺されたってことはもうすでに20万ですかね、20万ですよね、はい、うん、もうこれはもう宣戦布告されてるも同時なので、はいはい、
まあ、真珠湾攻撃っていう言い方を向こうはするんですけどね、うん、それ以上のことをされたっていう、うん、だったとしたら当然やり返さないと、ね、アメリカの大統領としては何らかの形でやり返さなきゃいけない、うんうん、あとこれね、私の嫁さんがね、はい、もう勝手に直感だけで言ったんですけど、うん、はい、春ぐらいに、はい、私は、今回のウイルスは、うん、白人を狙ったウイルスだと思って言ったんですよ。あの、だからアジア人とか日本人はかかりにくいんやよ、うん、実際そうですね、はい、確かにそうです。あれはいわゆる白人種に効くように、うん、だから、うん、全部の人に効くようにしたら、うん、中国人もやられるから、うん、だから白人にたくさん効くようにしたっていうのは、うん、言って嫁さんが言うとったけど、その根拠を言ったら、うん、そのままあるかい、かんやって言うとったけど、まあ、ここはみんな仮説立つしかないですよね、はいはい、奥様の仮説なわけですね、はい、いやそれ面白いですね、うん、でも確かにね、本当にあのアメリカで例えばニューヨークで、うん、今年の前半ニューヨークが世界で一番広まっちゃったわけですよね、うん、でもその時にニューヨークにいる私の知り合いかもそうなんですけど、うん、日本人ほとんどかかってないんですよ。そうなんですよね、これ、うん、でほとんど普通にしてるんですよね、うん、みんな白人中心なんですよね、うん、でもそれはなんかね、もう計画的にそういうのが作られたのかもしれませんけど、まあこれなかなか科学的に証明するのは大変ですけど、あの、まあ、うちの嫁さんは春にこういう、うん、そう言ってました。なるほど、嫁さん嫁正解とか出てますねもうでもそう考えるとね、うん、そう考えるともうこれウイルス戦争なので、うん、ウイルスっていうもうあのちょっと前まで大量破壊兵器っていうのは核兵器だったのが、うん、核兵器に代わる大量破壊兵器を使っているの でそれに対しては同じようにこれアメリカだってウイルス兵器持ってるはずですし、これだけ研究してるわけですから、はいはい、それを使ってくるのか、それとも通常兵器でいくのか何でいくのか分かりませんけど、でも何らかの形で落とし前つけないことにはこれこそアメリカ人になっておけないと思うんですね。ただね、もし本当に、ソ連も、あ、はい、これロシアも、はい、仮に手を結んでたとしてが、うん、はい、これ経済制裁を世界がやったらこれ中国あっという間に終わりますからね。あともだから中国はもう唯一の頼みは、うん、あのイランの石油と思うんですけど、これイランがね、仮にアメリカがトランプがですね、イランに対していろんな形の国際的な大幅な譲歩をして、もう中国に石油を売るなんてやったら、これ中国はロシアからも石油が入ってこなくて、イランからも石油が入ってこなかったら、もう中国これで終わりですよね。あの石油はなんか、まあ、かっての、その75年前の日本もですね、石油を止められて、もう一騎を立たれたわけですからね。だからもういざとなったら、あの実際にこうドンパチやるんじゃなくて、石油を止めるって言ってあるか。今で面白いですね。その鍵は握ってんの意外とイランかもしれない、はい、で、トランプさんのね、2年目3年目の時にイランとの対立があって、うん、でその時の、まあ、トランプさんの国家安全保障の顧問がボルトンという人 で、はい、でボルトンは強硬派 で、はい、で北朝鮮に対してもイランに対してもすぐ戦争をやるべきだと、うん、でいうのを両方やらなかったわけですよね、はい、トランプさんはね。でやっぱりイランに対しては強硬だけども、なんかやっぱ可能性は残しているのは確かなんですよね、うん、で今おっしゃったように中国を倒すためだったら、うん、そうイランも抱き込むというのはあり得るでしょうね。それ本当に今お聞きしてて面白いと思いました、はい、そうなんですよね、うん、中国石油はほとんどないですからね。そうですね。で、はい、でイランの今イランも完全に孤立してるので、はい、もう中東だから孤立してて、唯一の後ろ盾はプーチンなんですよね。うん、あ、そうなんですね。プーチンしか残ってないんですよ、うんうん、だからプーチンから両方でもう説得されたら言うこと聞くしかないのかもしれません、うん、だからねこれね本当に、まあ、先ほどね及川さん、はい、自分はこの大統領選だけ その一種 そのバブルブームやってねそのバブルなんですよ、ね、YouTube 言ってますけど、これ完全にバブルなんですけど、これトランプさんが勝った後、まだまだ及川さんの YouTube バブル続きますよ、うん、はい、はい、そうするとありがたいことなんですけど、はい、いや本当だったらもしあの事前の予測通り、うん、トランプさんの圧勝でこの大統領選挙終わってたら、うん、今頃YouTuber としてほとんどネタが何もなかったと思います。もう小さいネタを地道にやってたってこと思うんですけど、ね。いやいやでもね今回のことがあったから私もね及川さんの名前を知ることになりましたね。いやもう本当にもうありがたい限りで。いやだからあれ本当にね今年の
これからね、うん、クリスマスあるいは年末、はい、それから年始、はい、これもう一日ごとに変わりますよね。本当ですね。何が出るか分かりませんね。特にこの年末までが、はい、年末までが本当に分からないですね。あのそういう意味でね、日にちなんですけど、うん、日にちで言うと、うん、アメリカのツイッター見てて、うん、最近アメリカのツイッターのハッシュタグで、ルビコン川を渡るっていうハッシュタグがあるんですよ。ほう、ローマのあのシーザーですね。そうですそうです、はい、クロース・ザ・ルビコンっていうのがあるんですよ、ハッシュタグで、はい、でこれ何のことかっていうと、はい、1776年アメリカが独立した年、はい、この時のジョージ・ワシントンの話なんですよ。ほうほうほう。でジョージ・ワシントンが最終的にイギリスと戦って、うん、でイギリスと戦って独立革命で、うん、独立戦争で勝つまでに、うん、ジョージ・ワシントンは一体何回負けたと思いますかっていう、そういう質問があるんですよ。ほうほう。で何回負けたかっていうと、ほぼ全敗なんです。ほぼ全敗で、で負け続けて、うん、最後の最後の、うん、トレイトンの戦いっていうのがあって、うん、これ今のニュージャージーのあたりのところなんですけど、うん、そのニュージャージーのトレイトンってところがあって、そこに奇襲をかけるんですね、うん、でそれで起死回生の大逆転になって、ほう、で結局最後は勝つんですね。ほう。でその時の川があるんですけど、はい、トレイトンに行く、はい、それがデラウェア川ってなって、はい、このデラウェア川を12月の今のちょうど、はい、12月の寒い時期 に、はい、に夜渡るんですね。ほう。でそれで奇襲で成功して、うん、で逆転するんですが、それが12月の26日なんですよ。ほう。もうすぐです。これ200年前の。いや200年前。今週の土曜日です。へえ、それはその故事にちなめる可能性ありますね。ありますね。なんかちょうどその日、ジョージ・ワシントンがルビコン川を渡って、はい、起死回生の歴史的な偉業を成し遂げた日。なるほどね。この日に、まあ、現在のまたその立場に立っているトランプ大統領がルビコン川を渡るかどうか、これがもしトランプさんが勝ったらね、はい、勝ってそのアメリカに長いこと救ってたそういうその腐敗を全部一掃して中国の影響を退けたら、うん、これトランプさんは本当にこう、歴史に残る大統領になりますね。ジョージ・ワシントン超えちゃいますね。すごいね。すごい、本当にすごいと思います。もう最近ではね、うん、この戦後ではもうレーガン大統領が偉大な大統領だったけど、うん、もうレーガンを超えますね。超えますね、うん、レーガンさんは確かにソ連をね、うん、解体させますからね。解体したけど、それ以上の敵、その国内まで含まれてますからね、うんうん、すごいわ、うん、いやそれが26日なんですね。そうですね。だからちょっとね、なんでそんなことを言ったかというと、うん、百田さんのツイッターを拝見してて、うん、この大統領令をトランプさんが打つだろうと、うん、はい、でやるとしたら今しかないですよね、うん、そうですよね、もう今しかないですよね、はい、1月6日前でやらないといけないと思うんで、はい、そうです。そうするとそれ一体タイミングいつかなと、うん、クリスマスまではないだろうなと、うんうんうん、クリスマスが終わった後、ね、でもその後1月3日まであんまり日にちないんですよ。そうですね。そうすると、はい、この26日って日にちがあるなってちょっと思ったんですけどね。なるほどね。そうかもしれませんね。まあ実際に、こんなもんはいついつやるっていうことは絶対こう出す方は匂わせませんからね、一切。はい。先のね、そのトレードの、うんうん、戦いにも結局奇襲ですから。奇襲ですね。だからまさかやらないだろうと、うん、で例えば最近そのトランプさんが 1月6日に大集会をとか言ってますよね、うん、でこれはだから逆にもしかしたら、うん、引っ掛けかもしれませんね。つまり6日の日に何かやるからね、はいはい、あそうか6日か、うん、いや6日やなと思わせて、うん、その前にピョンってやっちゃうっていう手もありますよね、うんうん、ありますね、うん、まあ、ここまで来たら本当の手の内はお互いに出すはずね。そうですよね。でだからそう考えるとこの間のトランプ大統領のツイートなんかも非常に意味深長ですよね。そうですね。で、うん、私がさっきから何度もこう繰り返していますが、うん、ツイッターに書いたように、うん、僕はもう小説家ですから、はい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 、だからと小説の場面、映画の場面として頭で考えるんですね、はいはい、そうすると、はい、トランプさんがいや、うん、大統領令出すのはやっぱりいろいろあるからやめときますわ、うん、とはそんなシナリオ、そんな映像は全然浮かばないんですよ。ないと思いますね。ねえ、ありえないですね。もうありえないですよ。ありえないですね。だからそう考えると、うん、出すなというのが私の
大予言です。その百田さんが小説家と言われるところね、すごく私ね響くんですけど、私小説好きなんですよ。ああそうなんですか。で小説って、はい、設定が細かいじゃないですか、はい、さっきね原稿者の方と話してる時もミステリー小説だとやっぱり設定がより細かくなるんですね、はいはい、犯人がいるから、はい、で私アガサ・クリスティだから実は大好きなんですよ。あ僕もクリスティ大好きですよ。そうですか、はい、でものすごい細かいですよね、はい、でああいうのをやられてるわけですね今回の本で ね, 本ね、はい、でということはすごく細部を細かく見られる感覚をお持ちなんだろうなと思って、普通の人よりもはるかに、うん、まあミスあるんで編集者によく突っ込まれますけどね。薬田さんこれ日にちちゃいますよ。あそうかいな。なるほど。この日にちだと薬田さんちょうどこれ、ね、平日だったけどずーっと追いかけてたこれ日曜日ですよ。あそうって要はあるんですけど、でもそういうなんか細部を見てるこのなんていうかセンスっていうかセンサーっていうか、それってこの今この現在進行形で起きているこういう事象の見方が普通の人とやっぱ違うんじゃないかなと、まあ多少はあるかもしれません。ただね今回だから小説家やからその細部を見るということもあるんですけど、例えば私今回4年間トランプさん見てますよね、はいはい、でこうずっとトランプさん見てる、でこういう時にこういうことやる、こういう時にこんなことしゃべる、でその世界を見てたらね、じゃあ今私は頭の中でワシントン の, その執務室でね、トランプさんのこう状況を浮かべるわけで、じゃあこの時ただ側近がこう言った場合トランプさんどう言うやろう、そう考えるとね、今までだから小説書く場合でも一つのキャラを決めますよね、だ決めたらある場面でそのキャラが勝手に喋るんですよ、もうそのキャラが決まってるんでね、だそういう意味でトランプさんのキャラは私の中にあるん で, でその時にじゃあこの時トランプさんどう言うやろう、いやもう戒厳令出すの怖いからやめますわ、私もホワイトハウス帰りますわ、皆さんさよならというキャラとちゃうやんけと。なるほど、はい、今の話ね、はい、ちょっと宣伝になっちゃうんですけど、はい、いいですか。どうぞどうぞ。実は私今本書いてるんですよ。はいはい。で私はなんか来年2月に。そうなんですよ、はい、百田さんの前で言うのは本当に恥ずかしい限りなんですけど、いえいえ本書いてまして、はい、これビジネス書なんですよ、はい、で換気出版さんというところから来年2月出す予定で、うん、でその中で、まあ、伝えるってことがテーマなんですね。ビジネスの、はい、今日いろんなシーンでもプレゼンやったりとか、はい、商談あったりとか、はい、そういう時にこうなんか伝えなきゃいけない、はい、その時の伝える技術っていうのをちょっとまとめているんですが、うんうん、でもその中でイメージするっていうのを私ちょっと実は強調してるんですよ。ほうほうほう。今、はい、さん言われたところなんですよ。私はイメージングって呼んでるんですけど、はい、やっぱり次の展開だとか未来に起きることっていうのをイメージするこの想像力、はい、これが実は伝えるってことに、ね、必要なんじゃないかっていうのを大きな柱にしてるんですよ。なるほどね。でその時にこのキャラの設定、はい、この必ず小説だけじゃなくてリアルの世界にも物語があって、はいはい、事実は小説よりきなりって言いますけど、はい、そこに出てくる主人公、その主人公のキャラを考えたらこの人がこれはないだろうとか次こうするだろうっていうのを、はい、頭の中でイメージングする、はい、これがビジネスの中でも必要なんじゃないですか。そうかもしれませんね。こういう場面やったらあの部長なら多分こう言うだろうということですね、うん、だから必ず商談とかプレゼンの前にそのイメージングする時間を取ってくださいと、うん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 、っていうのをちょっと入れてるんですけどね。でも今の話その通りだわ。いえいえ、本の宣伝してください。タイトルなんですか。タイトルね、実はまだ決まってないんです、はい、決まってなくて、はい、実は来週の月曜日、来週の月曜日のこの時間になっちゃうんですけど、うん、なんかオンラインイベント、オンラインイベントですね。オンラインイベントを、はい、それは宣伝してください。ありがとうございます。はい、そのこの本を、うん、Amazon と楽天で事前予約してくださった方の限定の無料イベントなんです、うんうん、でも事前予約するのもタイトル決まったらできるの。いや、これ今出てるんです、実は Amazon に仮のタイトル、はいはいはい、仮のタイトルで出てまして、はい、それ言ってください、はい、仮のタイトルがね、国際情勢 YouTuber の伝える技術っていう仮のタイトルなんですよ。でこれで今 Amazon 乗っかってまして、で渡辺さんそれちょっとなんかリンク、はい、リンク先ほどを出しまして、もう一度出します。ありがとう、出してくれたんですか、はい、ありがとうございます。でそれでそれがでツイッターでタイトル案を募集したんですよ。あ、なるほど。賞立ては決まってるんですけど、はい、タイトル決まってなかったんで、そしたらいろんなアイディアいただきまして、でそれに基づいて昨日かな今日かな、うん、タイトルが決まって、うん、でそれを来週のオンラインイベントで発表します。なるほどなるほど、はい、及川の値段でっていうのいいタイトルですねこれドライの値段、はい、ここねさっきからこの
このコメントが面白すぎますね。はい、面白いんですよね。もううちのこのちゃん僕の会員ね、ええ、みんなバカやけどコメントはおもろいんですよ。はい、これなんか冗談の分かる人たちばっかりですね。はい、そうです。はい、ええ、あのね、本当ね、僕は例えばいろんな、まあ、いろんな話するんですけどね、はいはい、例えば科学の話したり歴史の話をするとね、はい、もうね、僕よりよう知ってるんですよ、会員。でしょ。で、勉強する。僕はたまに間違って言うと、間違いやって、これはこうやとか言って、よう言われるんですよ。それまで教えてくれるんですね。はい。これ面白いな。そうなんですよ。そうです。もう一つちょっと言っていいですか。どうぞどうぞ。ちょっと時間がそうそう来たんで。はいはい、いや、関係ない。時間何もでも伸びる。時間伸びるんですか、はい。そうなんですか。はい。あの、さっき、パンダの話、パンダ外交の話をね、うん、ちょっとしたんですけど、あの、パンダが、ワシントンの動物園にパンダがいるんですよ。うん、で、ワシントンの動物園にパンダがいて、で、その中国から借りてるパンダなんですよ。うん、で、これパンダって全部有料なんですよね。はい、で、子供を産んでもその子供も中国のもんやって、むちゃくちゃのこと言いますよね。むちゃくちゃなんですよね。はい、1頭あたり1年間で1億円、はい、子供は一応1年間で4000万円、はい、で、それを中国共産党に払ってるんですけど、はい、で、ある時にワシントンで生まれたアメリカ生まれの子供のパンダを中国が返せって言ってきたんですよ。何や返すも何もアメリカで生まれてるのにね。アメリカ生まれてて、その子は人気があったんですよ、うん、この動物園で。かわいい、小さいからね。そう、うん、でもそれを返せって言うんですよ、うん、で、まあ、ワシントンの動物園は当然交渉して、じゃあちょっと待ってくれとって言ったんですけど、もう全然ダメで、で、取られちゃったんですよ、うん、で、なんでそんなのが起きたかっていうと、背景にあったのは、うん、なんか嫌がらせやね、多分。そう、その時、うん、ちょうどその時にアメリカ政府が台湾に、うん、あの防衛のための武器を売り始めた時なんですよ、うん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 、で、それに対して嫌がらせなんですよ。しょうがない、ケチくさい嫌がらせするよね。そうなんですよ。で、今実は、うん、上野動物園のパンダ、うん、4年前に言われたばっかりの、うん、シャンシャンってパンダがいるんですよ、うん、で、これ日本生まれなんですよ、うん、で、メスのパンダなんです、うん、これ今返せって言われてるんですよ。もう親ともとも返したつもりやもん。もうね、でもこれ日本生まれの子でね、はい、で、親はそのままいるんですよ、はい、でも子供の方先に返せって言うんですよ。で、これね、これもなんか多分ね、意味があるんだと思うんですよ。そうですね、多分つい最近あの大きい外相が来てますし、はい、で、やっぱりまあ日本政府に対してあの本当は習近平さんを国賓で呼ぶっていうのを早く決め、うん、早く決めろよっていう、うん、なんかその辺のなんかメッセージが入ってて、パンダごときでなんも言うこと聞けるかっちゅうね。パンダ返したらもう親のパンダみんな返すわ、ほんまに、はい、そう、はい、まあ、また日本にパンダの剥製もあるからこれも返すわもう、はい、というのをね、こんなことをずっとやってるんですよね、うん、で、あの実はあの私が所属している航空の科学で、はい、あの曲作ったんですよ。さよならシャンシャン、さよならシャンシャンって曲作って、はい、これね、もうね、ちょっとね、もうね、泣ける曲なんですよ。泣ける曲で、これを実はまだあの CD を売ってないんですけど、はい、YouTube で聴ける iTunes でダウンロードできます。なるほど、なるほど。で、だから皆さん、はい、ちょっとね、一回聴いてみてください、はい、あの試しに聴けるので、iTunes ストアでさよならシャンシャン、うん、シャンシャンって香りっていう字を2つ書いてるんですよね。それでシャンシャンさよならシャンシャン、はいはい、っていうのがあるので、ちょっと、はい、ぜひ聞いてみてください、ね、で、気に入ったら255円ですから買ってください、はい、で、なんかね、とにかくね、このね、もう中国のこのせこいやり方をね、うん、もっとね、なんか我々知った方がいいなと思って、うん、で、ね、で、そうじゃないとね、さっきの地方の話にもある通り、うん、あっという間に日本こそ ね、 そうですね、もう簡単にやられちゃう。あの中国の外交とか中国の政策見てますとね、うん、あそこはね、恥じらいとかあの誇りというものはないですよね、はい、もう得さえすれば、うん、何もかっこ悪い、何もその卑怯者とか言われても関係あらへんというところありますよね、はいはい、もうそんなのばっかりです、はい、で、それをなんかね、日本人はなんかおおらかなんですよね。そうなんですよね。大体ね、もうパンダパンダで喜ぶ時代過ぎたよ、もう。そう。何がほんでね、日本生まれでシャンシャン名前、うん、もうシャンシャンね、うん、まあ、もう香りでええや、香りで、はい、新しいパンダできました香りちゃんですって、はい、そう、名字はないんか、有本でいいよって、ね、まあ、はい、だから大和撫子なんですよ、この子はね、うん、それはね、なんか なんで中国に返したがあるんだっていうことで、うん、ね、だからまあちょっとね、あの日本のなんかあの外交姿勢だとかね、まあ、最近ちょっと外務大臣のことの方もいろいろ言われてますけど、なんかね、なんかもっと毅然とした態度 で、うん、で、もう百田さんがいつも言われてるような中国に対しての姿勢をですね、これ今回のアメリカ大統領選挙を通して日本人こそ知った方がいいなと思って。そうですね、そう、本当そうですよ。いや、もう、いや、今日は、ね、
今日は本当に今日は本当勉強になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。もうなんかあっという間なんですね。はい、もう もうね、もう及川さんが登場してからもう1時間55分ですから、はい、そうですね、はい、で、はい、私が番組始まってからもう1時間20分ですね。これいつもこんなにあのずっと話され続けてるんですね、はい、あのたまに一人でやってるからです。一人で2時間一人で延々と2時間喋ってるね、はい、もうすごいですね、もう笑ってくれるのは渡辺さんだけと渡辺さんもね後半の1時間笑いませんね、はい、もう早終わり早終わり顔してね、はい、でも炎上しちゃったらもう顔色変わってきますね、はい、これ私会員になってちょっと来週から毎回見ることしました。ありがとうございます。これこんなに面白いとは思わなかった。これ本当に面白かった。ほんなら渡辺さん、はい、あの例によってあの最後にあのアンケートやりましょう。はい、皆さん今日の番組は、1めちゃくちゃ面白かった、2まあまあ面白かった、うん、3普通、うん、4つまらなかった、うん、はい、これをちょっとあの皆さんアンケート、うん、1,2,3,4 でボタン押してください。面白いな。はい、さあどうでしょうかね、うん、今一生懸命こう、まあ、押してるです、ね、さあほなもうそろそろ、うん、発表しましょうか、はい、はい、じゃあ発表です。お、うん、めちゃくちゃ面白かった 95.3%、 すごい、はい、まあまあ面白かった 3.2%、 普通が 0.6%、つまらなかったが 0.9%、はい、これドミニオンとかじゃないですよね。違います違います違う随分偏った結果なんですけど。違います違います。大丈夫ですか。大丈夫ですか。私が一人でやったのが、もう面白かったが 30% でありますもん。、はい、そんなことあるんですか。腹立つ思うんでね。それみんなネタでやるわけですね、あえて。違う違う。これ面白いわこの手、はい、いや、まあ、ちょっともう一度アンケートいきましょう、はい、あの会員の中で、うん、及川チャンネルを、うん、毎回見てる、あ、1毎回見てる、うん、2ほとんど見てる、うん、3たまに見てる、うん、4見てない、うん、あ、これいいマーケティングですね、はい、毎回見ている、たまに見ている、あ、まあ、そうね、毎回見ている、うんうん、あ、見てるでしょ、毎回見ている、うん、たまに見ている、うん、見ていない、うん、まあ毎回じゃない、ほとんど見ているでしょ、毎回は全部見るから、うん、ほとんど見ている、たまに見ている、うん、見てない、うん、これいいシステムですね。はい、これおもろいですよ。もういろんな、ね、もうリアルタイムで何ぼでもアンケートできるんですよ、はい、及川チャンネルを1ほとんど見ている、2たまに見ている、うん、3見ていない、うん、はい、皆さんこれどうでしょう。1,2,3 どうでしょうね、うん、先ほどのアンケート95%超えは初めて、ね、初めてね、すごいよね、やっぱこれどういうんだ絶対。いや違う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 、はい、そんな高度なもん、そうだ、ね、高度なもん使えません、ね、あれ高いですもんね、はい、ドミニオンで、はいはいはい、じゃあ答えドン、お、70% 近くで、これ本当ですか、これ。だから見てないのは 16% ですよ、はい、じゃあこの人たちをねやっぱり見ていただけるようにしなきゃいけないですね。いやいや多分ね、うん、この人たち 16% も、うんうん、多分もう今度見ますよもう、うん、はい、いやでもいや今日は本当にほらこれから見ますよ、これから見ます、はい、ありがたいな、もう、はい、あの本当にあの私のチャンネルって言っても、まあ、あの本当に一人でやってるんですよ。ああ、あの、何の手もかけてないんです、あのカメラマンもなしで、カメラマンなしで、カメラ据えて、自分のあの iPhone で、で自分の自宅で、なるほど、スタジオも何もないもんですから、はい、でそこで編集もしないんですよ、全部一発で、ね、言い間違い多いんですよ、はい、いやいやいや、あれね編集してないんですごいなと思うんですよ、面倒くさいんで自宅だけなんですけど、する時間がなくて、で字幕も入れないし、何の編集もしてないもんですから、でモニターがありますよ。ね、そう、それあれが字幕代わりなんですけどね、はいはいはい、というあのなんか手作りなもんですから、メルボルンから見てますな、メルボルン、はい、このチャンネルはメルボルンから見れるんですか。見ると思います。海外から見れるんですか。海外でもね、ただね、この有料はね、海外のカードは使えないんですよ。日本のカードを持ってると使えるんですけど、日本にカード持ってる人だったら見れるんですね、はい、はい、そうです。いや、ね、でも本当にありがとうございました。こんないい機会をいただいて、とんでもない、こちらこそ本当にもう随分こう勉強になりましたので、いや、とんでもありません、はいはい、ありがとうございました。じゃあ皆さんどうもありがとうございました。さよなら。